皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。もう本番直前に、はい、さあいよいよマイクテスト始めますよぐらいの時に、ちょっと帽子かぶって、ジャンバー着た怪しげなおいさんが、ザーってスタジオに、はいはい、ザーって、そうですね、すまんかったなすまんかったなって言いながらどっかで見た人だなと思ったら道森なんとかっていういやいや広瀬さん広瀬さん道森なんとかっていう人が、どうやらしばらく休んでたみたいで、ごめんなみんな本当迷惑かけて、まあとはいえね俺も今日復帰はピンチヒッターからだけどつって言ってまさかの自分の番組じゃない番組から復帰をするっていう、はい、そうですよね。まあ今日ね戻ってきてからな、はい、まあちょっとあのサブでゆっくりできるかと思ったら5時間の生放送やわ5時間行ってくるわ知らんけどって言いながらそんなことおっしゃってないですまさかの普段の番組より2倍ぐらい長いものを生放送でされるというもうね、うん、いかに我々、はい、RCC ラジオチームが今バタバタ中かっていうことがもう手に取るように分かるみたいな、はい、ところてん方式に誰かが出てきます。すごいですねいやでも嬉しいですね、はいはいはい、久々にお姿をね拝見できて、うん、はい、いやよかったもちゃんと戻ってこられてと思って。そうね、でもちょっとあれだったね、はい、まだこう喉が開いてないっていうかさやっぱね喉に来たんだなってだから私もあ多分復帰した手の頃ってこんな感じだったんだろうなと思って、うんうん、ちょっとだけ心配に昨日藤田くんも喉が開かない喉が開かないってどうもいつも違うんですよね。まあそれは相手が横山さんだからでしょうよとは言ってたけど、ね、まあでも今日みちょぱさんがねこうやって来てくれたみたいに、はい、昨日そのね午前様様やりました、でその後ザ横山雄二賞をやりました、はい、そうでしたよね。でその後、うん、まあインターネットラジオポッドキャストポッドキャストをやりました、はい、で終わってすぐバリシャキみたいな、だから午前様始めて9時でしょ、はい、そっからバリシャキ俺5時まで、うん、ずっとニスタにいたのずっとはいはいはい、そうですよね。そうなの、この窓のないニスタに。そうでスタッフだけが入れ替わってくるみたいな、はいはい、そうですね、サブで状況だったので、うん、でバリシャキが終わって、うん、あーなんか楽しかったとかっつっていっぱい喋ったなとかって思いながらアナウンス部一回上がったので、ただもうまあガランとしたアナウンス部があってさ、はい、でちょっと荷物とか取ってで帰ろうかなとかって思って、はい、下に降りていったの。おだからそこで伊藤彩ちゃんが俺のとこにもう血相変えて、なんかもうなんか果たし状みたいな紙を持って、なんか誰かを探してるの、はいはい、はぁって、で、あ、いた、横山さん、よかった横山さん、あのちょっとこれっつって言って渡されたの、うん、だから俺さ昨日さあのちょっと悲しいお知らせ秘宝、うん、としてね、はい、俺の車の右後ろ側のバンパーをぶつけましたっていう話をしたじゃないですか、オープニングでありました、はいはい、でリスナーの方にちょっと俺の車がね、何かみんなわからないだろうけれども、うん、今日 RCC の駐車場のところに来てもらって、はいはい、右の後ろをぶつけてる車があったらそれが俺ですからって言ったじゃんか、はいはい、言ってました。たらね、うん、糸谷さんが横山さんこれあの私の車のワイパーのところに挟んであったんですけどこれ見てくださいって、横山さん見つけたよバンパーの傷っつって、いやこれ伊藤彩の車です手紙手紙が挟んであったんですか、何それ、伊藤彩の車のバンパーに横山さん見つけたよ横山さんの車バンパーの傷ほらとかっつって、いやいやいや彩さんもらい事故じゃないですか完全にごめんなさい私の車もうぶつけまくっててもうどんな車乗っとんやっつってなんでだから RCC の玄関からこう駐車場があるじゃん、はい、であそこで多分、はい、右後ろバンパーが一番へこんだ車を探したんだろうね、はあはあ、この方はですね、うん、ただそれが、はい、それは伊藤彩の車です俺の車ではありません一番前彩さんの車です。すごい不名誉なことですねなんかわかんないけどす
ごいしょんぼりするなと思います。いろんな人を傷つけるよね。かわいそう。さらっとするよね。いやでも確かに私も昨日、うん、あの AKT36 はい、はい、ザ・マイのお二人が午前様通信に来てくださって、はい、来られました。で終わってから、うん、ありがとうございましたってみんなでこうお見送りをして、はいはい、さようならって、もうその後そのままその足で、うん、横山さんと、はい、手島さんと、うん、馬越さんと私で、はい、横山さんの車の傷見学ツアーっていうのを開催してもらって見せていただいてもよろしいですかどこですかどこですかあ、これですね確かに右側がガリッと横に傷が上と下に入ってましたね。いやそうなんですよね、でもこれ色がついてなくてよかったですね。そう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 、赤とか青とかついてたら余計目立ちますから。そう、うん、なんかこう塗料がつく、はい、もしくは剥がれちゃうみたいな、地肌が見えちゃうみたいになると、うん、まずそこにハテしたりとかさ、でまたそこに塗って色を、そこからまたコーティングしてとかみたいな、はいはい、いろんなことになるけど、とりあえずその遠目からは分かんないんだよね。はいはい、そうでしたそうでした。色味が変わんないから。変わんない。で近くに行くと、ああやっとるなみたいな。糸をあやってるなみたいな。そんな不名誉なことやめてください。でもまあだから RCC の駐車場で言うと一番ではなかったっていう。そうです、 RCC の駐車場で一番バンパーをぶつけてるのは伊藤彩です。やめてやめてください。もうさ、かわいそうです。 すごいんだよ、もう八幡村の人が走ってくるみたいな、ろうそく頭に立ててスローモーションで走ってきますみたいな感じそんなに横山さんこらーってもう果たし状みたいこらーって、どうしたのと、はい、私の車のワイパーのところに挟んでありました。それ挟む人もどうなんですかって。いや本当だよ、どんな気持ちないやと思って。いいそんなことしなくてって。自分の車がよ、うん、ね、うん、乗ろうと思ったら、ね、その紙が挟まってて、はい、車見つけたって書いてある人の気持ちになれやって話を。いいですよ。昨日言ったでしょと思って、うん、自分の景色からだけじゃなくって、はい、それをされる言われる相手側の景色も考えなさいって言ったでしょと思って。そうですね、エンターテインメントで ね、オープニングでお話してるわけですから、うんうんうん、っていう部分もありながら、うん、いやいろんなことがあった昨日だったんですね。横山さん、そうなんです、ね、ただ、はい、今朝ね、はい、NHK を見てたら、吉川浩二さんが朝一、はい、そうですね、に出てたの、はい、でリスナーの方からもヒゲガンからね、うん、今朝の朝ドラ本編に続いて朝一 NHK に吉川浩二さんが生出演されています。はい、ああ今日は座る用のズボンを履かれているんだな座っているからと思いながら見ています。はい、やっぱりかっこいいですね。かっこいいですよね。みんなで見てたんだよね。見てました、この大きなモニターで。うん、全然全然俺たちと生き物として違う感じがしたじゃん。違いますよね。ちょっと低めの椅子座ってたんだよね。ああ、そうだったかもしれないですね、はい、だからちょっと足を投げ出すみたいな感じになってたけど、もう踏み切りみたいだったもんね、足がね。踏み切りカン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 みたいな。いやでもだってもうスタイルがやっぱ違いますもん。このスタジオに来てくださった時のこともう忘れないです。黒ずくめの格好にニット帽でいらっしゃいましたけど。はい、そうです。もう顔ちっちゃいで背高い。かっこいい。あそこどうなってんだろうみたいな。あなたのモニカをちょっと見せていただいてもよろしいですかみたいな。いやそんなとんでもないお話です。やっぱりかっこいい、座っててもスタイルの良さがわかるし。はい、何よりやっぱオーラが違いますね。その吉川さんとこの、はい、まあいわゆる番頭さんみたいな、おう、もう子さんのマネージャーさんがいらっしゃった田所さんです、はい、たまに俺が名前出す、はい、横川さんつって、ダメだよもう今から東京出てきてもダメだよ、横川さんは過去がひどすぎるけどもう叩いたら埃しか出んけダメよとかいうあの田所さんは、はい、吉川浩二のファンだったの、もともと。はい。で、昔平凡とか明星とかで、うん、吉川浩二が乗っている車っていうのが写真に出てて、はい、でその車の前でカッコつけてる吉川さんみたいな写真が出てて、これに乗ってんだと思ってて、はい、で自分家の近所のテレビ局が使うスタジオみたいなのがあるんだって、うん、でそこの駐車場の横通ってたら、はい、あれ吉川浩二の車じゃないかなとかって思って近くまで行ってみて、多分吉川浩二だと思うと思って、はい、で
自分の手帳に、うん、あなたのことが好きなので、うん、ぜひあなたの会社に入れてくださいっつって、それこそワイパーのところに挟んで何回もそれやってるうちに入れてもらったの。すごい、そんな方向に話が進むことがあるんですね。あるんだよ。で、しかも今もう右腕みたいになってるから、はい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 、もう名物だし、この業界では、ね、二人三脚でもあるし、そう、うんうんうん、もう欠かせない人になってるの。じゃあもしかしたらね、伊藤彩さんのバンパーに髪を挟んだ方も、はい、そうね、横山さん大好きですっていうことですから、きっと、うん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 、もう一つやったら横山さん大好きですんだけど、伊藤彩のマネージャーになってるからとりあえずこのバンパーを直すことから始めさせてくださいっていうまずその何らかのメッセージ性がまだあったのかもしれない、うんうん、そうだよ、だからワイパーに何かを挟むってことは人生を変える可能性があるってこと。いやでもおすすめは絶対しない。どうしよう、これで俺が今日お疲れでしたって帰ろうと思ったら、俺のワイパーのところに修理3万円ですとか修理1万2000円でやりますとか、いろんな業者さんが値段差し込んで、そうですね、おーいっつって、はいはいはい、ポストにね、あの水漏れの際はここまでっていうマグネットがいっぱい入ってるみたいな感じで、あのマグネットほんと邪魔だよなでもたまにキティちゃんとかって可愛いんですよ。あるすごいか、ピンクだみたいな、あるちょっとこれは取っとこうって思うぐらい。うちのマンションはさ、はい、あの水道工事とかの修理のね、はい、マグネットがポストに入ってる時、はい、いろんな人たちがエレベーターの中にそれを貼ったままに、そうそう、あります、あるでしょ、あります、で、ありました、ね、で、あ、なるほどって思ったんですけど、うんうん、だけど数日経ってから、うん、ここにマグネットを貼るのはやめてくださいっていう貼り紙が管理会社の方からされてて、あ、ごめんなさいって思いましたものすごい誰も手が届かないような高いところに貼ってるやつがいるんでもうやめろよこういういたずらとかって思いながら、寄せ書きの時とかありますよねどうやってここに書いたんだろうっていう、そう、あの卒業アルバムで休んだ人みたいななんでこんな離れたとこに貼ったんねみたいなでも横山さん宛てにリスナーさんからたくさんいただいてますよ、はい、ラジオネーム、はい、ピコピコみかんさんです。お、昨日のバリシャキ聞きました、はい、数年前に行ったフードフェスティバルでのステージを聞いているようで、藤田さんと横山さんの掛け合いとてもとても面白かったです、はい、いつかまた2人のトークをお聞きしたいです。ほうとか、ひろきちさんからも、連日の横山さんのラジオ出演楽しく聞かせてもらっています、うん、正直カバーしきれないほどです確かにね、昨日は藤田さんとのバリシャキのオープニング、コロナ罹患のお話は、うん、今年一番笑いました藤田さん面白いです、はい、横山さんは藤田さんの取扱説明書をきちんと持たれている感じがとても心地よかったです、はい、とてもワクワクしました、うん、いつもがあっての特別、うん、次の特別も楽しみにしています。あの、正確に言わせていただくと、はい、藤田くんの取扱説明書を持ってるじゃなくて、俺が作ったっていう感じがあるんですよ。はあ、RCG の社内の人間の藤田君の扱い方っていうのは、俺が作った取説によるものみたいな感じなんですよね。はあ、はあ、一番の、うんうん、横山さんが元祖だということ。打ち上げでこういう風にしたらほら面白いでしょみたいなのから始まってるんで、あのキャラが。確かにフードフェスティバルの打ち上げがそのまま延長されたみたいなそんな放送だなと思って、もう藤田さん完全にこうまな板の上の恋状態というか、ひたすら追い詰められていくっていう大変だなと思って、もうだ最後の方はちょっと流されてましたもんね、なんか何か言われてもはいみたいな。もう後半残りあと30分の時、はい、もう目を合わせないと本当大変だっただろうなと思いましたラジオネームアンディさんです、はい、はちゃめちゃ昨日のバリシャキナウ面白かったです。おい、横山さんが藤田さんに対してかけていくプレッシャー、うん、なんと秀逸なことかしまいには言い訳ばかりの藤田くんだけどなどとからかい、はい、仲がいいんだなと思い、なんかいいなと思いました、はい、横山さんは RCC の若手の壁ですね頼りがいのある大先輩ですね、はい、羨ましいです。そうだね、蓋だね邪魔だな、もういやいや重すぎますちょっとこの蓋外してくれよみたいな感じなんだろうね、みんな闇ですよ、もうその蓋の下は闇に包まれてますからそうですね、でも楽しかったな昨日。楽しそうでした。だってさ、横山さんがその本編が始まってから、はい、藤田ひろきですって、横山由依ですって言って、うんうん、いう風に言わなきゃいけないところを、はい、ずっと何も言わずに黙って目の前に座ってるっていうところが、ね、だから
御前様のライダーの方の気持ちですよね。最初その私たちが喋って、はい、でご紹介するまで黙ってていただくっていうそんな雰囲気なのかなって思いました藤田君があれ挨拶をしないしないみたいな感じ で俺がおいどうぞおいどうぞみたいにしてしないって言いながらずっと一人で延々喋り続けていくっていうそろそろ名乗っていただいてっていうものすごい最初から焦ってらっしゃいましたね。そうね。でもねやっぱ空回りする、はい、藤田君ってほらハムスターみたいな感じでひたすらガーっていくけど前に一切進まないっていう。いやでたまにひまわりの種を私が見てるそんなことないです主食はひまわりの種みたいな感じがすんの。違いますそんなことないです、はい、だからその滑車をひたすら走らせてあげるっていうことをいやさせてあげないと絶対に藤田さんはそれを望んでないと思います二人で楽しく喋りたいはずです走ってるけどずっと停滞してるっていう、はい、一歩も前に進まないみたいなのが藤田君の持ち味持ち味じゃないと思うだってなんかテニスで言うと、うん、なんかちょっとラリー楽しもうみたいな感じでポーンって返しても、うん、常に剛速球のスマッシュが返ってくるみたいな感じだったんじゃないかなと思って、うん、もうほんともう心が私も痛かったですもう聞いてて皆さん大変ですねそういう番組じゃないですからね、うん、みんな腹を抱えて笑うっていう番組ですから、うん、そう心が痛くなるようないたたまれなかったラゲリより愛を込めてみたいなこうちょっとああなんかちょっと抑留されたのかみたいなそういう話じゃないですからねでもそれが面白かったです。はい、ちょっとイレギュラーね。うん、そうね。ね。でもイレギュラーっていうことで言うと、昨日は満月でした。はい。赤人ハコリタンから朝6時出勤しようと玄関を出たところで目に入ったのは、はい、西の空に浮かぶ今年最後の満月でした。うん、とても綺麗で幻想的で、何か朝から得した気分になりました。はい。今日も一日頑張れそうですねえ今朝も出てたんですね、うん、こちらもいただいてますよラジオネームのっぴさんです、はい、今日の朝8時にいただいてます、うん、今朝の6時過ぎ夫を見送る際にドアを開けるとまん丸で綺麗に輝く月が、はい、雲もなくまだ太陽も昇っていない薄暗い空にとても明るい月が印象的で、はい、しばらくぼーっと見つめていました。お冬は寒くて体に応えるなと思いつつ夜の長い今だからこそ見られる風景かなと思いました、うん、昨日ね、うん、それこそ夕方ぐらい、はい、山の稜線から月がブワーって上がってきててちょっともう花札みたいな感じだったの、はいはいはい、ありますねそういうカード、はい、うん、でそっからゆっくり上がっていってで俺が夜10時ぐらいかな、外をちょっと歩こうかなとか、うん、思って出た時はもう本当真上だったね。ああそうですか、はい、ねえ私も夜帰る時に見上げたんですけど、うんうん、ちょっとこう白っぽいというか、はい、でもそうだった明るいまん丸いお月様が空出てて、はい、ああなんかコールドムーンかこれがと思いましたね。ちょっと話しかけたりするよね、お前あれでちょっと前今有名なんでいいとか多分今日みんながお前見とるんでいいとかって。そうですよね、うん、でも最近なんか〇〇ムーンっていうの増えましたもんね。そうだね、うん、毎月毎月こうすごい言うようになったよね。そうストロベリームーンとか、はいはいはい、ハーベストムーンとか、うん、へーって思う月の名前がモーニングムーンとかね。モーニングムーン見上げたらモーニングムーンとかだよね、ありましたっけ、そうかもしれませんわからないことはすぐ流そうとするだって合ってるかどうかも分かんないですもんそれがボケなのかそう本当なのかも分かんないよね。分かんないし、正しいのか正しくないのかも分かんないからラジオネームひらめ2号さんです、はい、昨夜は今年最後の満月でしたね、うん、夕方6時ごろ保育園のお迎えから帰る途中息子がわお母さんでっかい月と教えてくれました、はい、その時はちょっとぼんやりとしていましたがまん丸で大きなオレンジ色の月が優しく輝いていました、うん、息子が月に触ってみたいなというので、うん、そうじゃねお母さんも触ってみたいなと言うと200階建てのマンションの一番上から、うん、ビヨーンってジャンプしたら届くんじゃないと目を輝かせていました、うん、まず200階建てのマンションを探すのが大変ですが、はい、小さな男のロマン可愛らしかったです。あそういう時どうするんだろうね、話を膨らましてあげるのかね、うん、それも現実を教えてあげるのかね、なんか私なら
スキー触りたいんだよねって言ったら、いや触るとかじゃなくて息ができないよとかみたいなところから、いやいやいや、まあそちら側も、うん、まあ、一応こう勉強にはなると思いますけど、あ、まあ、私だったら膨らましてあげるかな。ちょっとお母さん、うん、月に触ってみたいね。え、そうだよね、うん、もしかしたらこう手伸ばしたらね掴めるかもしれないよ。え、さっきから伸ばしてるけど全然届かないんだよ。いやでもちょっと高さが足りないのかもしれない、ね、ひょっとしたら、うん、200階建ての、うん、マンションの上からだったら、いや背伸びしたら届くかもしれない。いや、いけると思う、いけると思う。そうよ、頑張って勉強しにさ。200階建てのマンション、うん、どこにあるかね、広島。広島にはないから、ちょっとゆうじくんが頑張ってこうお勉強して、うん、はい、で200階建てのマンションを作ってくれたらいいんじゃない。お母さん住み、お母さん住みたい、でも200階建てのマンションすごいお金かかるけど、ちょっと帰りちょっと消費者金融ってやつ。消費者金、なんで消費者金融知ってんの、ま、マンション買うの消費者金融がいいっつって。いや消費者金融じゃなくて同級生が言おったから。いやいや、そんな、どんな同級生がいるんですか。同級生大人びてますね。いや、もっといろんなことをね学んだ方が。50万までは、いや大丈夫だ。いや人によります。何件かよ、人によります。一軒単価1万円で200万買ったら一軒単価とか単価とかなんとかなると思う。いくつ。あとあれ、ロケット打ち上げに行け。いや、ロケットね、うん、そうそう、ロケットの打ち上げとかもね、今年もなんか知り合いでお金貸してくれそうな人おらんからほら人生何回目。ね、本当にお母さんから生まれてきたかな。違うよね。そんな子供嫌です。でもジャックと豆の毛、そういうことだよね、はあ、天まで上がりましょうみたいなことじゃんか、そうですよね、だ植えたらね、やっぱだから子供たちそうやって思うんだよね。でも確かにそういう話を読んでから、うん、だからこう上に行けるかもしれないって思ってるかもしれないですね。ジャックと豆の木はさ、はい、豆の木がバーって伸びるじゃん天まで、うんうんうん、でジャックが登り始めるじゃん、はい、だけど途中でくっそ腕が疲れたと思った時もう下にも行け上にも行けんってなるよね。命綱もないし、ないし、ね、乳酸たまるんだよ。とりあえず下見たくないし、見たくないよね。もう上しかもうね、休む場所もないし、ない。だって雲もねふかふかかと思ったら蒸気ですから。確かにあそこ休めないんだよね。そうですよね、寄りかかろうと思ったらスーッて落ちていきますからね。あれでもあれだよね、はい、ハイジによる影響力がでかいよね。おー、ハイジが雲に乗ったから広くみんなが雲って乗れるんじゃないかなと思うけど、うん、あれすると下に落ちる。落ちますよ。落ちるからね。落ちちゃいますからね。ポヨンポヨンみたいなことはないっていうことはやっぱ、うん、あ、じゃあハイジか。いや、放送倫理機構とかに言った方がいいんじゃない。あれハイジあれちょっとまずいんじゃないの。いやいや、横山さんハイジでも好きですよね。アルプスの少女、お手洗いにフィギュア置くほどハイジが好きなんですから。あのハイジの軍団、はい、見つけた。見つけました。見つけた。あ、そうですか。よかったですね。どこにありました。トイレの、はあ、その何にも入ってないと思われていた棚の、はい、俺のところから死角になった場所、見えなくなってどの角っこに、はあ、ザッて。そうですか。ザザッと全員がものすごいひっくり返ってた状態でハイジックザッて。かわいそうされてた。まあでもそれはもうハイジのせいじゃないですよ。ユージのせいだと思います。ハイジたちはでもこれはこれはとてもユージのせいだって今、うん、ユージのせい思ってたろう ね。アルプスの少女じゃなくて横山さん家のトイレの四角の少女。ハイジロッテンマーヤさんより怖い人いたかってきっと思ってるはず。そうでしょうね。さあさあ、はい、今日も皆さんと共にファミリーを作りながらお送りしようと思う。今日は12月の9日金曜日、はい、夜の7時半からは東宝シネマズ緑で、はい、タイタンシネマライブが行われますよ、はい、という日、うん、今日のメニューです。10時20分頃は映画音楽コーナーです。今週はジュリア・ロバーツ、ヒュー・グラント主演、はい、有名ハリウッド女優と平凡な男の恋の行方をユーモアたっぷりに描きました。1999年、今から24年ぐらい前ですかね、23年ぐらい前です、うん、公開のアメリカ映画ノッティングヒルの恋人をご紹介します。はい、深田さんお好きなんですね。もう大好きですね。そうですね、あの現代版ローマの休日みたいな感じなんですよ。確かに、うんうん、そうですね、はい、ハリウッドスターの女優さんと男性のお話、うん、はい、そうです、夢物語だなと思いました。とってもでもロマンチックで、はい、ね、ほっこりする。あの見たら、はい、ほとんどの方が、うん、恋したいなってきっと何歳でもまた思うような気がするんですよね。思う。でプラスオープニングを見てると、うん、
今の時期ですから海外旅行したいなって今回は思いました。俺はね、はい、外を歩く時にホットコーヒー持ってると、うん、女の人と付き合えるかもしれないっつってバンって、ああもうあ、すいませんちょっと家近いんですけどちょっとっていうところから恋って始まるもんだと、もう8割9割方、それ以外の出会いがないんじゃないかと思うぐらいの気にさせる多すぎますそれは。でもそうですね、確かにあそこのこうハプニングから全てが始まったわけです、そうですそうですね、うん、いろんなこう愛を感じるような、はい、とっても素敵な作品でした、はい、今日の映画音楽コーナーはそのノッティングヒルの恋人をご紹介します、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議ですが、今週は提出物あれこれというテーマでお送りしていきます。今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様金曜日、では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは富士山の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選で3人の方におつまみはもちろんお好み焼きに入れても最高、呉発祥のご当地珍味富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。それでは今週の午前様会議のテーマ提出物あれこれにちなんで、今日は横山アナウンサーから問題です。おおむね子供の頃から提出をしなきゃいけないものっていうのは、うん、締め切りがないとも全くダメでした、はい、でもう明日とかさもう今日みたいな状況になってちょっとバタバタして、はい、で全然完全ではない状態で必ず出して後から後悔して、うん、本当はもっといいのが出せたろうなみたいな性格はもう一切変わってないです。はい、でそんな私ですけども、ちょっと提出物っていうとニュアンスが違うかもしれないけれど、うんうんうん、父敬語が亡くなってもう10年ぐらい経つんですけど、はい、それ以来母清に月に1回手紙を書いています。おい、そうですよね、はい、これ俺にとって提出物みたいな、はいはいはい、やばい12月書いてないとかさ、うん、11月おー出した出した10月おー出した出したとかつって、でスケジュール帳に出した日に緑のペンでピンって書く、ああ出してる出してる出してるとかって思うんですよ、はい、なので月に1回提出物があるみたいなつもりでずっと書き続けているんですが、その母清に手紙を書くときにいつも悩んでいることがあります、うん、それは一体どんなことでしょうかが今日の問題です。はい、川村くん、便箋なんですけど、おヤシの木の便箋を使うか、はいはい、マンゴーの便箋を使うか、うん、海の便箋を使うか、はいはいはい、この、まあ、3種類で迷っている。ああのね、はい、便箋は、はい、熊野の筆の里工房でまっすぐ綺麗に描けるっていう便箋があって、はい、でそれを買ってそれを使い始めたらそれがロフトにもあることが分かって、それを今買ってずっともうずっとそれ使ってます。まっすぐ描ける、綺麗に描ける、まっすぐ、いいですね、はいはい、私いつも右に寄っちゃいますね、なんかこう、うん、絶対斜めずっとずっとあれ高梨したらみたいな感じの角度が斜めになるなみたいな感じになるよね。そこまでの角度はないですけど。はい、川村くん、漢字をあんまり使わないように心がけているのにいつも、うん、あーここも漢字使っちゃったって思っちゃう。あー、どちらかというと漢字を使いたいです。あ、文字ってひらがなが一番難しいですよね。あーでも、あーでもそうですね、ありがとうございますとか、はい、おめでとうございますの後を、はい、うん、とかもうほんと難しいよ。わかります、はい、ね、なんか独特の、うん、なんか間というか、うんうんうん、曲線というか、そう、なんか佇まいが、うん、さあやってみろみたいな、あとをね、あとをから感じますか、うん、やってみろっつって、で無とかからあんま感じないの、あいいですよ俺は無ですからみたいな感じがあるけど、あとをは書いてみろよ俺、まあ俺のことみたいに言われてる気がする。でもちょっとわかるよ、私もそれと間とかレにも感じます。あ、レは思う、なんかどこまで上がるみたいな、おうおう、どこまで斜め上がるみたいな感じ、レは、はい、
縦棒を書いて、はい、横斜め、うん、上がる、はい、チュンってやるみたいなのの縦横降りるところ、この横降りるところが棒に入る、それとも棒にくっつかないどうするみたいな。確かに確かに。あの辺からさあ俺をどうするなるほど、挑戦的にかかるタイプねみたいな言われてる感じがする。 あとルル、ね、ルはもうどこで折り返すっていう、この横斜めここかなみたいな。そう、これね、見た時にちょっと早かった。そう、俺どちらかというと、はい、ルは横、はい、左斜めに下ろすのちょっと長め、長め、ちょっと長め、長めからの、まあまあ戻してからの、最後の回すところ、ぐる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 。ぐるぐるぐる。めんどくさい。めんどくさい。いちいちそれしてたら。これ前田美幸ちゃんが俺の初恋の人。昨日愛してるって言った時、ぐるるるるって。どっかで聞いたなと思ったら昨日でした。あるよね。そうですね。ひらがな難しいんだよ。ひらがなすごく難しいと思います。はい。なるべくじゃ漢字を。でも漢字も難しいのあるよね。朝日町ってあるじゃん。9、漢字の9を書いて、その上に、1日、2日の日っていうのを書く。はい、ええ、ええ。どうやっても、ほい。ほいは。なんか、カタツムリです、みたいな感じの形になるの。私、火曜日の日っていうし、難しいです。ああ、そう。日がすっごい難しいです。なんか、どうやってもちゃんと書ける。俺、飛躍する。あ、飛ぶ。飛ぶっていう。ああ、ああ、ああ。どうやっても、はい、あ、お前飛ばないっていうし、なんかもう、ギューってなるの。人によって難しいし違うんでしょうね。でも確かに9とかいう字も結構難しい。一流の年賀状がものすごいめんどくさい。なんか一流信行ってどう書いてもバランスが悪いの。なんか文字数が少ないから、画数というか。まあ、確かに1から始まりますもんね、一流さんは。でもかっこいいですけどね、一流さんの名前。あ、かっこいいね、かっこいいね。一流信行。まあ二流だけどね。そんなことないです。一流です。一流さんは。さあ。はい。私横山ですけども、はい、提出物のように月に1回母キヨに手紙を書いていますが、はい、その時にうーんっていつも悩んだり困ったりすることがあります、はい、それは一体どんなことでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク RCC.net、アルファベット小文字で GOZEN@RCC.net です。応募の締め切りは、この後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは、富士山の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから金曜朝の人笑い綾謎かけかけかけ、今日の青空のようにみんなが笑顔になるようなのかけちゃってください。今週の午前様会議のテーマが提出物あれこれということで、提出した書類に不備がありましたと書けまして、イエスマンの部下と解きます。その心は、反抗してません。まあ審査員のピスタチオさんがちょっとね、なんかちょっと河村市販に反抗しようと今しましたね。それでいいんですか。どちらかというと反抗してるのは私の方かもしれません。うん、ちょっと長いことね、この子になってますけど、成長の跡が見られませんね。来年しようと思ってます。来年の目標、遅咲き。今日も元気に面白く横見英二と川村愛奈の2人がお昼11時40分まで生放送でお送りします。天気予報、このコーナーはコインランドリー三冠王鈴木自販広島の提供でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですが、うっすらと雲が出てますけども、宮島や広島空港青空が見えてますね、はい、今日はどんなお天気になるんでしょうか、聞いてみましょう。音富士さん、はい、おはようございます。おはようございます。今日はどうなりますか。
はい、今日は午前中ほど晴れてしっかり暖かくなりそうです。はい、西から張り出す高気圧が、まあ、大陸から切り離されて移動を始めます。日中はこの高気圧に引き続き覆われて昼過ぎにかけて日差しが届きやすい見込みです。はい、北部ではまだ霧の出ているところがありますが昼前後を中心に青空が見えそうです。うん、またその日差しにホッとできる陽気に今日はなりそうです。はい、日中の最高気温が南部で16度、北部で14度と昨日と同じくらいで11月後半並みの暖かさです。うん、まあ、午後に入って薄雲が少しずつ増えて夜にかけて多くなります。ただ降水確率は 10% 以下と天気の崩れはなさそうです。はい、まあ、洗濯日よりも続いていきます。一方で週末は北部を中心に天気が崩れそうです。はい、明日土曜日も午前中を中心に晴れますが午後から雲が増えてきて北部の一部で夕方ににわか雨がありそうです。はい、日曜日は北からも弱い寒気が入って南部では晴れていても北部では雨を中心とした降ったりやんだりという天気になりそうです。はい、まあ、週明けにすぐ一旦寒気抜けていきますが来週半ばに強い寒気が入ってくるので北部で雪の予想が出ています。南部でもこの寒気を境に日中10度ぐらいになって今日と比べるとだいぶ大幅に寒くなりますので、はい、まあ、真冬並みの寒さ来週はやってきそうです。はい、そうか。じゃあこのしばらく暖かい日っていうのを満喫しとかないと良い本当に冬らしい冬が来るよってことですね。はい、そうですね。なので屋外とかの大掃除なんかは今週末ぐらいに進めておくのがいいかなと思います。はい、今何か目立った警報や注意報出てますか？はい、南部に乾燥注意報があと全域に濃霧注意報出ていますのでご注意ください。はい、ということでね、まあ、音富士さん1週間、はい、また今週もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。週末どんな風に過ごされるんですか？なのでもうちょっと大掃除少しやりつつ、うん、ちょっといろいろパソコンでやらなきゃいけない課題が立て込んでいるので、はい、ちょっと家に今週は引きこもろうかなと思います。あ、そうなんですね。勉強家ですね。まあ、ただね、サッカー日本代表がね、うん、日本帰ってきた時に、はあ、あれ長友いないじゃんとかつって言ってたけど、うん、もう男子さんも長友大好きなんですよ。はいはいはい、はい、だからちょっとリスナーの皆さんに ね、 ね、ちょっと1週間のお礼と来週に向けてのちょっと抱負をちょっと長友選手風にちょっとお願いします。ちょっと分かりました。はい、では今週も皆さん午前様お聞きいただきありがとうございます。もう早く愛理に会いたいのでさっさと帰りたいと思います。ブラボー。愛理いないけどちょっと帰ってもらっていいですか？失礼いたしました。ちょっと今日はそのネタが分かるっていうので、うん、ちょっと勇み足な感じ。そうだよね、ちょっと焦ったよ気持ちがね。そうですよね、こういう時にちょっと大前寺役とねゆっくり、ゆっくりとすればいいところですよ。食い組みできたよね。そうです、知ってるからちょっとね、前向きだったなと思いました。そうですね、ちょっと愛理が行けばよかったし。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は音富士さんでした。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週は広島市立吉島東小学校の皆さんが登場。今日は2年生杉村俊くんの作文です。タイトルは蛍を見に行ったよ。蛍を見に行ったよ。吉島東小学校2年杉村俊。僕は6月19日の日曜日に雪温泉に蛍を見に家族で行きました。ホタルが見えるときは夜なので夕方に車で出発しました。雪温泉に着いたのが6時過ぎぐらいでまだ明るかったので温泉の近くの川で遊ぶことにしました。川で遊んだ後温泉のレストランで夜ご飯を食べました。その後温泉に入ることにしました。温泉に入る頃には暗くなっていて露天風呂に行くとさっき遊んだ川がありました。しばらくそこを見ていると一瞬ピカッと何個か光が見えました。僕と弟がそこを見るとあ、ホタルだと叫びました。お父さんとおじいちゃんも他の人も見ていてあ、見えた見えたと言っていました。真っ暗の中で一瞬光るのがとても綺麗でした。
温泉を出たのが9時前ぐらいだったので、帰りの車では僕と弟は寝てしまいました。疲れて眠かったけど、とても綺麗だったのでまた見に行きたいです。かわいい、しゅんくん、夜のお出かけってワクワクしますよね、うんうんうん、もう夢の場所でしょうね。でもね、ホタルも見られて、で温泉にも入れて、露天風呂もあるし、レストランで美味しいものも食べて、最高だったんじゃないかなと思って、これも雪温泉のその施設の方々にもこの作文聞いてほしいなって思いました、はいはい、そうだね、こんなにもその男の子の思い出になってるっていうことを、うんうん、確かに ね、きっと喜ばれるんじゃないですかね。でもしゅんくんがホタルを見て、わーって喜んでる姿をまるでホタルでも見るかのようにお父さんやお母さんが見てんだよって。そうね、ね、しゅんくんの輝く笑顔をね、そうなんだよね、そうだと思う、みんなが幸せになる場所、うん、みんながきっとニコニコしたんだろうなと思って、ね、幸せになったね、はい、今週は広島市立吉島東小学校の皆さん、今日は2年生杉村しゅんくん、ホタルを見に行ったよをお送りしました。来週も学校は変わりません。月曜日は3年生の岡森沢さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。ラジオネームへさくのプリンセスさんです、はい、昨日月に一度の定期検診で眼科に行ってきました、うんうん、次の検診は来年なので、帰る時に先生や看護婦さんに良いお年をと挨拶しました、はい、12月の前半で良いお年をはちょっとまだ早かったですかね。うん、まあまあでも俺たちも言ってるからね、もうね、そうですね、多分最後だよね今年ねとか、うん、じゃあ良いお年をとかつって、ってね、美容室でも言いましたし、うんうん、あと歯医者さんでも言いました、うんうん、もう来年になるので、うん、メリークリスマス良いお年をって言ってあれさ、でも外国はさ、はい、メリークリスマス&ハッピーニューイヤーじゃん、はい、だからわあ。なんか一緒にして楽しとるわと思う。午前様様。さあ10時になりました。 RCC の第二スタジオからお送りしています、午前様様です。ラジオネーム秋生まれのおばちゃんさんです。昨日の午前中、買い物帰りに近所の小学校のそばを通ったら、校庭で体育の授業で縄跳びをしているところを見ました。普通に飛んでいる子、後ろ飛びやクロス飛び、二重飛びをしている子など様々でしたが、みんな一生懸命に飛んでいました。ふと自分が小学生の頃、二重飛びができなかったこと、大縄の時お入んなさいと言われてもなかなか入れなかったことを思い出しました。どんくささは今も変わりませんが、縄が当たると痛かったこと、ミミズ腫れになったことも覚えています。それにしても冬場の体育って縄跳びやマラソン、持久走が多かった気がするのは私だけでしょうか。ほう、確かに大縄の入るの最初勇気いりますよね。どこ入るの？大縄跳び。ああ、いるいるいる、大縄跳び、はあはあ、上そんな簡単に指屋さんに入れないよ本当そうですよね、はい、指屋さんお入んなさいみたいなところもはい、入ります。でも今じゃない、今じゃない、みたいな。なるじゃん。今じゃない。あれが、大縄跳びになった瞬間に。そう。なんか襲ってくる気しますもんね、するする縄が。なんか向こうに行った瞬間に行けばいいんだよ、みたいな。ですけど、うんうん、いやいや、向こうに行ったらこっちに来るし。あれさ、飛び込む時の、縄の高さが高いんだよね。はい、ああ。だから地面についてる高さのところを飛ぶんじゃなくて、はいはい、ちょっと人が回してるところの近くのところから飛び込んでいくから縄の高さが高いんだよ。確かにそうです ね、 ねみんなで一緒になってこうなんか飛ぶ時とかも、はいはい、端っこの人すごそうですもんね。すごいジャンプしなきゃいけないじゃんよいしょってしないといけない。ついたら飛ぶ、ついたら飛ぶみたいにしなきゃいけないじゃんありましたありました、はい、大縄はね、いろいろありますよね。で、引っかかった人が誰か明確に分かるしね。分かります分かります、ね、あ、ごめんって言って、でみんな自分が踏んどる、うん、いいよいいよって言うけど、みんなちょっと一回下打ちするよねっていう感じが。そうですね、クラスごとのなんか対抗戦とかだ、うん、川村ってやろってダメそうだよね。いや、私は縄跳び得意ですか、うん、あ、そう、あ、そうか、そうですよ、縄跳び高校出身。縄跳び高校だもんね縄跳び船入り縄跳び高校出身ですから、はいはいはい、縄跳びができないと進級できないっていう高校で、うん、逆にじゃあ、はい、次、あ、
ミュージックソンだ。見せてもらおうじゃないの、川村さんの縄跳びを。え、全然やります、やります。縄跳びさえ用意できれば、多分今年は皆さんとお会いできるんじゃないのかなっていうムードがあるんですよ。ミュージックソンも、はい、ね、ここ2年はスタジオだけでやってましたけど、どうやらお会いできるんじゃないかな、お会いできるようにしたいなっていう形で今動いてるんですよ。そうですね。まあちょっと、まだ世の中的には、どうか分かんないけど、うん、はい、確かに。そっち側で進めようとみんな頑張ってるので、万が一そうなった場合は、じゃあ、はい、もう最初から。最初から。タンタンタラランタンタンタラランタン。タン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 タラランタンタン。あれ、向こうから、サンタさんが、サンタさんが、いや、縄跳びは飛んでる川村さんだよ、みたいなところから始めようよ。大丈夫です。遠くからでも見間違えないですから、さすがに。あれ、食料品売り場から川村さんが縄跳びでやってきたよ。迷惑です。埃が立って。え、じゃあもうそしたらもう、ぜひあの、ね、登壇者の皆さんで、大縄跳びやり。今度さ、コロナとか明けて、そんなやってよくなったら、ちょっとみんなで大縄跳びやろうよ。体育祭しますか。体育祭。いいですね。ご先祖体育祭。もうでも、じいさんばあさんばっか来るんだろうな。そんなことないですよ。たまにはちょっと皆さんとね、一緒に体を動かしましょうって、はい、グリアリーナとか。だって横山もうでも、じいさんとばあさんしか来なかったんだ。そんなことないです。そんなことないはずです。ほんと、じいさんとばあさんが。いやいや、だっておしゃれな服で。これはお歳暮ですって言って。なんかちょっと。いえ。あと、柿と、あと、キウイを。あら持ってきましたっていうのと、まあ、ありがとうございます。おいしいパンを持ってきたよっていうじいさんとばあさんが来てくれた。いや、そんなはずはないです。誇張しすぎだと思います。脚色がすごい。私の脇の下で発酵させたんだよっってこのパンは。いやいや、いいです、いいです。手作りだよ。今週ちょっとあのRCC と広島 FM で脇の下トークが多いですね。何せいいです、脇の下が好きなもので。いいです、そろそろ卒業してほしいです。フェチなものです。なのはよくわかります。そこに思考回路がいくっていうのは俺の好物は藤田君と脇の下なんで。藤田さんもそこ並べてほしくないと思う。一番いいのは藤田君の脇の下だと思う。最高に昨日落ち着く。いやいや、昨日やってもらったらよかったじゃないですか。じゃあいつかね、私それもイレギュラーで、はい、ぜひ ね、 そうだね、実現するといいですね。いいね、ご説問どうか。いいな、楽しそうですよね、うん、ラジオネームお好み焼き屋のなっかさんです。はい、昨日は娘たちの小学校で参観日がありました、うん、頑張る姿を見届けた後、遅いお昼ご飯にピザを買って帰宅し、一人それを食べながらポケモンをするという最高の時間を過ごしました、うん、たまには一人の時間も大事ですよね、はいはい、おかげさまでポケモンがはかどりました。あ、そうか、確かに中さんいつもなんかこうお客さんのこととか、うん、お子さんのこととか、はい、メールでねたくさんいただくので、うんうん、たまにはやっぱり一人時間を大事にしてほしいと思います、うん、はい、まあでもね、作ろうと思ったらいくらでも作れるんだろうけど、うん、だけど実は人のとこにいたいんだと思うんだよね、とか世話をしたいとかさ、はい、いるじゃん。なんかものすごい、うちの姉ちゃんとかもそうだけどさ、すげえバタバタしてんのに俺が例えば帰るよって言うじゃん、はい、だから俺ん家から宮崎空港までタクシーで1000円かかんないのね、だから全然いいよ迎え来なくてもって言うけど、行くがねえ、もうなんとかして行くがねえって言うけど、いや来るとバタバタするじゃんつって、で俺も申し訳ないと思うから、はい、みんな幸せになんないから、うん、いいよって言うけど、いや行く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 っつって、うんうんうん、でもせっかく行くっつったらもう息子も連れて行こうかねとかっつって、でなんとか君を迎えに行って、でそっから向かうからちょっと遅れるかもしれない、いやもう本末転倒だそれみたいな、なんかもう分かんないけどバタバタしたいんだみたいなのがあるよ、なんかね、会いたいっていうのも、ね、世話好きあるかもしれないですね、うんうんうん、あとはね、はい、川沿いのイチョウみたいなのがあって、花水木から、昨日は暖かかったですね、うん、天気が良かったので子供と近くの川沿いを散歩しました、はい、道中には背の高いイチョウの木がありとても美しい景色でした、はい、季節は冬ですが秋の名残を見つけられた気がしました、うん、明日までは暖かいということなので厚手の服や毛布を干したりして日差しを有効活用したいと思います。うん、俺もトレーナー出した。ああ、そうですよね、うん、ちょっともう本当どんどん冬服にしていかないといけないですよね、うん、いけなきゃいけないですってことですか。そこなんでちょっと江戸前町にちょっといけなきゃいけないですよねみたいにちょっと、いや服もね、ああおべべもおべべも、ね、おべべも、うんうんうん、どんどん冬仕様に、あべべもね、あべべも裸足ですよ、おべべもあべべもどんどん冬服仕様にしていかなきゃいけない。豆腐
江戸から東北の。ああ、ユージ。雲には乗れねえ、ユージ。あれ、乗れねえのか。それはハイジだけじゃ。雲は蒸気よ。あれ、乗れるんだと思ってたわ、俺。ユージ、雲には乗れねえ。俺、ジャンプであそこ飛びたかったな。ジャンプはできねえ。飛べねえ、届かねえ。ブランコで、ビョーンって言って、トーンって乗って、あそこで、はい、あの、広島の夕方の番組の女の人がやってたようなトランポリンみたいにして飛びたかったー。サーカスでしかそらできねえ。俺どうでもいいけどさ、はい、1月の半ばに浅田真央さんがさ、はい、来んのよ広島に、で、はい、その浅田真央プロデュースのスケートショーみたいなのがあって1月の15日なんだけど、人気ですよね、はい、でチケット買ったの、はい、普通に買ったの、行きたいと思って、どうやらその日が、愚か者のブルースの全国公開で他県に舞台挨拶行かなきゃいけないみたいで、あにゃーもうーって思ったそうか、やっぱ他県だったらね、そうなんですよ、広島じゃないですもんね、そうなんです、はしごができない、いっぱい行かなきゃいけないのまだ、うん、あの大阪とか京都とか、いやそれはまだ待ってる方もいらっしゃるでしょうから、宮崎、あと沖縄、はい、が今のところ舞台挨拶行かなきゃいけなさそうなとこなのね、で行くとね赤字になるのまあ移動費交通費あるもんね、そうなの、簡単に言うと赤字になるの、うん、だからもうすごいお客さん入ってくださっても黒字にはなんねえなみたいな感じなのよはいはい、だけど、うん、まあほら劇場の方も喜んでくださるし、で映画館ってやっぱ今ものすごくお客さんが減っててさ、はい、でほらスズメの戸締まりとかばっかみんな見てるから、うん、そうするとミニシアター系ってもう戻ってきてないのお客さんが、そうですよね、はい、だからなんとか行ってちょっと盛り上げたいなとか喜んでいただきたいなとかと思うから、うんうん、はい、行きます行きますとかって言うじゃないですか、でそこスケジュールこう組まなきゃいけなくって、で昨日、はい、その配給の会社の方から連絡が来てさ、よかさんちょっと本当大阪京都あと名古屋あと宮崎沖縄だけはちょっと決めさせてもらっていいですかつって、ちゃんと劇場も発表できないんでつって、で分かりましたつって、でここがねじゃあ1月の14、15ってどうですか、浅田真央あー浅田真央だ、これ一周ずらすことはできませんかって言って、はい、あ一周だったら大丈夫ですよ、パッて見て吉川晃司コンサートで、おーあいろいろ埋まってるみたいな、なるほど、で次ペッて見て次のドイツパッて見て講演会ここ儲けなきゃいけない赤字出すから儲けなきゃいけないとかって、もうここは絶対外せないそうあーでも楽しみな予定がねやっぱ被っちゃうと、うんうんうん、世の中的にはそれが戻ってくることはいいことですけど、はい、そう、そこに自分もねやっぱ身を置いてる分、うんうん、難しいですね、そうなんですよ、だから俺たちもそうやってステージ立つ側ではあるけど、はいはい、ある時はお客さん側じゃない、そうですよ、そこを大事にしたいよね、確かに、うん、ちょっと前に広島で浅田真央展みたいなことがあった、はい、おーあったあったあった、でその浅田真央さんがいらっしゃった時に、うん、私インタビューに伺って、はいはいはい、でお話させていただいたんですけど、うん、本当にもう神々しい、いやそうだと思う、もう透明感すごかったです、いやでとっていうか透けてるもんね透けてる、あ透けてたのかな、うん、もう全部見えてる、骨とか内臓とかも全部見えてるちょっと私には見えなかった、あれ朝ごはんバナナでしたかっていうぐらいもう見えてるもんと、もう透けててバナナが胃の中に見えたまだ消化されてないですねつって、さすがにそれはなかったす、すっごい透けて見えてる、レントゲンではないので私、脳みそ意外と顔ちっちゃいの大きいですねみたいなところで失礼です、レントゲンみたいな人ってのも失礼です、もう本当にやっぱこう優しくて、可憐で、うん、もうなんか純粋な雰囲気が伝わってきて、だって今羽生結弦くんもうこうショーに回り始めてるでしょ、そうですよ ね, ね、うん、プロに転向されましたもんね、そうそうそ う, そう、ね、あれ何なんだろうね、うん、あのほらアマチュア時代はすごい盛り上がったのに、うん、プロになった瞬間に突然こう表舞台からいなくなるよね、なんかやっぱいろんな大会に出場するかどうかとかも含めて違うんでしょうね、うん、あれだから競技によって全然違うよね、うん、野球とかサッカーとかプロにならないと出てこないのに、はい、アイススケートはアマチュア時代はすごいのに、うん、プロになった瞬間にお金払わないと見れなくなっちゃうんだよなみたいなところで行くよね、なんかね、うん、なんか今年もあの羽生結弦さんの会見がありましたけど、はいはい、うん、あの時ちょっとなんかあれ引退ってわけじゃないけど、うん、あプロに転向、今までもプロだったんじゃないのかな、そうだからなんか本当はレベルが上がってランクが上がって、うん、広く逆に見やすくなるはずなのに消えるよね、はい、うん、なんかね、うん、こう活躍の舞台をまた変えられるってね、はい、あこういうことなんだなと思いますよね、そう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 、ファンの方にとっては姿が見られるのは嬉しいですけどね、あーはーはーはい、
ということで。ではこの時間になります。はい、午前様クイズの答え発表、その前におさらいということで、うん、今日は私から提出物あれこれで問題を出させていただきました。はい。提出物というわけではないですけれども、父敬語が死んでから、母清に月に一回手紙を必ず書くということをやっています。はい。なのできっと母清が死んで、うん、多分こういろんなものを整理とかしてたら俺の手紙をバーッとどっかで出てくるんだろうなとか思うのよ。はい。そうでしょうね。はい。で、それをなんか自分の中では提出物みたいに思っていて、うん、でそんな中必ず母清に手紙を書くときに。ちょっと悩むことっていうのがあります。はい。それは一体どんなことでしょうかが今日の問題でした。はい、たくさんいただいてます。はい。ラジオネーム、つるりんくんさんです。おう。手紙の書き始めに何て書こうか悩んでいるのではないでしょうか。うん、ああ、そうね。なんか、先月と一緒だなと思われたら嫌だなとかって思うから、ちょっと悩むけど、でも一応近況だよね。お母さん、つって。はい。なんか元気しますかとかって、うんうん、俺はすごい元気ですよ、なぜならばこういうことですよとか、うんうんうん、でそこからお母さんはみたいな話に持っていくよね。そうですね、うんうん、なんか前略とか背景とかあるじゃないですか、うんうん、未だにちょっと私分かんないなんか背景、あ、前略だったら略すからみたいな、うんうんうん、背景だったら敬具、うん、そうだね俺は手紙、うん、臨戦だったら背景、はい、おはがきだったら前略みたいなイメージを持ってます。へぇー。で、はがきの時に前略って書いて、はい、うん、そこでスペースを取って、はい、ちょっとでも書くのを楽しようと思って字を大きく書き出すと最後に早々って書けなくなるみたいなあーくそ手抜きをしたことが後から自分に跳ね返ってきたみたいな。そうです、時を戻したいって、ね、うんうん、そんなこうかしこまったお手紙を書いたことがないので、だいたいこうおばあちゃんおじいちゃんに元気みたいな感じで始めるから、うんうん、ちゃんとした手紙ってあんま書いたことないんです、ね、まあないよね。あとまあ基本的には心がこもっている、はい、そして丁寧であるっていうことが一番で、うん、心ないけどそのいわゆるこう形はしっかりしてますっていうこと、でそんなに例えばさ、弊社はですねって言われた瞬間に、うん、いやそういう会話は届かないって俺は思ってすんだよ、うちの会社的にはとか言ってもらった方が、はい、よっぽど分かりやすいみたいな就活っぽくなりますね、うん、なるなるなる、分かります分かります、うん、続いてラジオネームおみんちゃんさんです。はい。定期的にする電話でほとんどのことを話してしまうので、うん、手紙に書く内容が思いつかないではないですか、うん、何もないですよ何にもない。そうですよね、手紙になるとちょっとこう、はい、かしこまるか、かしこまっちゃうね、そんな気がありますもんね、うん、ただなんかいいことを書いて渡してあげようっつって、はい、だからこう、うん、ふるさと離れてもう40年近く経ってるんだよね、大学も含めて広島考えたら、はい、言ったらそんだけ離れてるけどおかげさまで出してもらったことで、うん、こんな今素晴らしい日々を過ごしてますよっていう風にちゃんと書いてあげようと思って、はい、だ悩み事とかこうでもしんどいとかみたいなことじゃなくて、よかった、なんか親元を離れさせてって思ってくれるようにしようとは思いますね、心配事を作らないようにか、はいはい、大事ですよね、うん、続いてラジオネームラジコちゃんさんです、はい、お母様のことを母上と書くかママと書くか手紙での書き方、お母さんの呼び方に困っている。ああ、基本的にはマザームーンいやそんなはずないですよね、そんなはずないですよ、ずっと前から言ってますよね。いやいや、いくら今ピスタチオがもう、いやもうそうですよすごい勢いの灰が来たみたいな感じもういくら昨日満月だったからといってそりゃないですよ。はい、マザームーンっていうところから入ります。どこで育ちましたラジオネームモーさんピンクさんです、はい、横山さんはこの重さで郵便料金っていくらの切って貼ったらいいんだっけといつも悩んでいるではないですか。俺、はい、切手を買いすぎていて、はい、で今の段階で切手の料金が足りないんですよ。お、今83円だったかな、3円でしたっけ、うん、私2円とかの記憶あるんですけど、うん、また上がったんでしたっけ。で、はい、あのうさぎの切手が1円なのね、はい、でそれをシートで買ってんの、はい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 、うさぎ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 みたいな、もううさぎのやつをシートで買ってんの、大量にうさぎがいて、はい、でもそれがよく分かんないし、はい、ちょっとめんどくさいしスペース取るから、もう80円のやつを2枚とか貼ってんの、ね、あー
でもその気持ちも分かります、はい、もういい、もうだってこれ分かんないからとかってみたいな感じでやってるから、多分全然大事だから余ってるみたいな、むしろ払いすぎてる、うん、そうな、そうですよね、うん、分かんないですもんね。今84円、84円なんだ、そうか。でも切って買いすぎちゃう問題分かります、うん、なんかない気がします、そうなの。だからなんか、あ、郵便屋さんとか、うん、その郵便局とか行った時に、はい、あ、一応買っとこうと思って、そう思う。でしかもなんかなるべく季節に沿った切手を貼りたいって私は思ってて、だからこう花のとか、はい、こう買ったりとかするんですけど、大体、うん、でもなんか使いたい時にその花のやつも使ってたりとかするし、うんうん、どこにあったっけみたいな、はい、でふとした瞬間出てくるんですよね、うん、切手。何気にさ、うん、すごい興奮して買うよね、うん、郵便局行って、はい、切手シートのこう見本みたいなのがあって、はい、あ、鬼滅の刃のなんだ、シール状のやつなんだとか、ありました。あとなんかクマちゃんがイギリス旅行してるのとか、あ、分かる分かる。で、あの、ま、丸い丸いのをなんか回して、うん、で、あ、この切手も可愛い、あ、そうそうそう、ハンコがこう売られてるみたいなやつとか、へえー、全日本アーチェリー大会があるんだ。なんかそういうさ、なんかこう、そんなありますか、国体とかさ。あ、オリンピックの時とかね、うん。オリンピックの時とか買ったのよ。ありますよね。とか、日本映画とかあってさ、薬師丸ひろ子がセーラー服と機関銃とか、松田優作よみがえる勤労とか、みたいなのもあって、夏目雅子とか、うん、すごい。あって、そういうのとかも、すごく興奮して、え、こんなんだと思って、買ったりとかして、もう使うこともないの。使えないです。もうずっと撮ってんの。でもある意味でもお金ですからね、うん、それもね、そうなんだよね。切手集めが趣味の方とかもいらっしゃいますよね。いや、子供の頃さ、本当に一回俺たちの世代の人たちはハマってるはずなんだよ、うん、見返り美人とかさ、おー、あとそれこそ60年代になった1900東京オリンピックの切手とかを、はい、そのもう手袋をしてさ、でピンセットで触ってさ、で切手コレクター用のこう和紙でこうやって切って挟めるようなものに入れて、で友達と見せ合うみたいな、で片や仮面ライダーのカードも見せ合うみたいな、もうどういう風になってんのよみたいな。いやでもコレクションってちょっと夢ですよね。夢です。俺あの辺から収集癖ができたと思うもん、はい、おー、私もちっちゃい頃そのシール集めをすごいしてて、シール帳にこうぺったんこのシールから、あとなんかキラキラのシールから、うん、あとプクプクのシールとか、はいはい、もういろいろ貼って、うん、で友達と一緒に交換しました、うん、せーの、はいって言ってシール交換してます。あーあと鉛筆集めたりとかね、これ可愛いから使うのやめて、うん、はい、とか便箋、本当にもうこれ可愛いから取っとこうとかって思うけど、そう、取っといたら使うことないじゃんとかって思うのに好みも変わりますね。そうなんだよ、中学校になったら使わないですからね。続いてラジオネーム、ウリ坊主さんです。はい、横山さんがお母様に毎月手紙を出すときに悩むこと、はい、それは方言で書くか標準語で書くか悩んでいる。では、うん、標準語です。うん、標準語です。そうですね、うん、方言ちょっと難しいかもしれない。逆にね、うんうん、広島だったらまあ K とかでそのぐらいで多分済みますけど、ほじゃがあれじゃの、寒うなってきたのみたいに書くわけですか。書くですかねちょっとなんかあのちっちゃいあーとかが多用されますね、うんうん、多分と、うん、俺はメールや LINE の癖として、はい、なんとかだと思いますとか、はい、なんとかと考えていますとか、はい、みたいな、こう、丸で終わるのが嫌だから、なんとかではないかと、点点点、丸、みたいな。なんか、ああいう文体を俺は書きがち。横山さん、確かに。っていうか、その、点点点、すごく使われますよね。すごい多い、うん。うん。なんとかなんとかで、申し訳ないけど、点点点。どうかよろしくお願いします。点点点。何月何日とかどう？てんてんてん、そう。だからあれで文章が柔らかくなるんじゃないかと思うんですよ。てんてんてん、よく使いますよ ね。じゃあこれ最後です。はい。ラジオネーム、きりくまさんです。おう。横山さんがお母様にお手紙を書くときに悩んでいることとは、うん、自分のことを、俺と書くか、僕と書くか、悩んでいる。どうですか。多分、僕で書くな。おう。うん。僕は元気です。僕は元気です。それはなんか俺って書くよりも僕って書いた方が、はい、こう文字の佇まいが綺麗みたいな感じがして。ちなみに、はいはい、俺が書いた小説アナウンサー辞めます。もうふるさとは本日も晴天なり。もう主人公はカタカナで俺って書いてあるけど、その主人公の俺っていう表現以外の俺っていう人たちの漢字は漢字で表現されてます。例えば
馬越馬様が会話の中で俺はって言った時は漢字で書かれてて、主人公が俺はって言った時はカタカナで書いてある、はい、なんかああいうのとかは一応こだわってます。へえ、確かにカタカナの俺ですよね、はい、両作品とも、うん、なんか漢字の俺っていう字が威張ってるようにちょっと見える気がして、でも僕っていうのは嫌だから俺って言わせたいから、うん、そうするとカタカナで書くと柔らかくなるかみたいな、なんかこうニュアンスみたいな、はい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 、言うじゃん、なんか SNS であのツッコミ系の人たちをって誰も幸せしないじゃん、みんなが不愉快になるじゃん、うん、あれ文章が下手だからだよね、うん、だから伝えようみたいな、はい、受け取る側がニヤッとするように書かないじゃん、イラッとくるって書くじゃん、うんうん、あでもそれはあるかもしれないですね、だから笑うとかさ、うん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 、絵文字とか、はいはい、何かがあると全く違うのになんか一石を投じたがる人っていうのがいますよね。そうそうそう、あとなんか、うん、あそこで名指しで誰かを叩いてるってのを見るともう、あ、こいつダメだなと思うよね、なんかね。うん、そうです。お前匿名じゃんと思うそれは確かに、そこのまずね、うん、その舞台の違いは。なんで匿名のやつが実名のやつ叩こうと思ってんだよ、つって、ね。立場が違うわ、とかつって。それはあると思います。もう本当に、はい。さあ、ということで、はい、正解発表の時間です。横山さんは毎月お母様にお手紙を出しています。それはある意味提出物の一つかもしれませんが、はい、そんな中で悩むことがあるんです、はい、さて横山さん、毎月何に手紙に関して悩んでいるでしょうか。はい、正解は、はい、母清の、うん、住所、まあ、簡単に言うと俺の実家ですよ、はいはい、の住所がいつもうる覚えで、あれどっちかなって思って調べます、郵便番号もね、はい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 、880-9024とかみたいな、うん、だから全部がうろ覚えで、住所も例えば月見ヶ丘何丁目、はいはい、なんとかなんとかなんとかってなるのよ、うんうんうん、だ時に21122211、あーでも確かに若いどっちだったっけって思うの、はい、もう、 そうですね、小学校の時はそこの住所なのに、うん、必ず自信がないの。そうですよね、うん、だからもう書いてあって、はい、その切手が挟まってるところ、バインダーの、ええ、の中に母きよ住所って書いてあって、はいはい、で、あ、ここか、あ、そうか、そう、いつも悩むんだよねって思うの。思いますよね、うん、私だって会社の住所、例えばなんかいろんな健康診断とか受けるときに書かないといけないんですけど、いつも郵便番号がそう分かんない。分かる分かる、ね、うちの会社の郵便番号なんだっけって言っていつも携帯で調べて、うんうん、ああこれかっ て、 でなんかさ、うちってさ、なんか郵便番号書いたら、はい、住所書かなくていいんだよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、知らなかった。会社だけのがあるんだよね。だからもうそれが会社の住所なの、郵便番号が、はい、でそれを書こうと思うんだけど、はい、待って待ってな、え、待って、うん、すっかり忘れたなになるの。もううろ覚えすらしてないです、うんうん、真っ最、いつも真っ最なんだっけってなって分かんない、株式会社中国放送までは分かるみたいな、うん、730-85なんとかなんだよね、04とかですかね、8504が、うん、最近は、そうそう、それさえ書けば住所全くいらないんだよ。そうですか、うん、勉強になりました、はい、でつい最近子宮がん検診受けたんで、はいはいはい、ちょうどそれでこいつも分かんないんだよね。分かんなくなるよね。分かんない、本当に覚えとく、ね、俺なんか実家なんですよ、自分が住んでたとこだぞ。そうですね、うん、それはあれとか毎月でも思い出せな い、 い、うん、あとそれこそさ、どうでもいいことだけど、はい、恵子ちゃんとかいう名前、恵まれる子供の時に あれ右上に点いるんだっけとか、それも分かんない。ヒロシとかも漢字の字を書いて、はい、ね、専門学校の線って書く、うんうんうん、ヒロシとかも上に点いる、いらないとか、うん、あと犬っていう字、犬上中、あ、中は太いか右の手の方かとか犬はさすがに分かってください。でも太い犬は中と外にいるよ。いやいや、いりません。どっちってなりますか、ね、ブチの犬はもうてん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 、大っきいの周りにてん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 、あ、ブチの犬か、思わないです。想像力豊かな人でも無理だと思います。さあ正解は、はい、いつもご実家のその住所ですね、うん、はい、が何だったっけと思い出せなくなる。数字が分かんなくなる、はい、おお、なんと、うん、今のところお二人、アドレス2ですね、アドレス2のお二人にじゃあプラス1で、はい、そう今日は3人、1っていうのは犬の1じゃないですか。違いますよ、
ブチなのかもしれない。じゃあ今日は3人の方にですね、はい、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋プレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。さてさて、今日のスポーツ新聞ですけども、はい、デイリーは一面龍馬、来シーズンは3割25本大台突破1億2000万円お。スポニチ3割25発宣言全試合出場龍馬、新背番号5大台突破1億2000万円、うん、で日刊スポーツ、オリックスの吉田がレッドソックスと契約、はい、5年間年俸総額126億円。ジャンボジャンボジャ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 ンボ、まあ、もうでもすごい当たったってこと。そうでしょうね、うん、まあ、でもね、いろいろ大変なこともあるでしょうからね。ないと思います。あります、あると言わせてください。絶対ないと思います。いや、そんなことないですよ、うん、何より一番大変なのは税金でしょうし。そうですね。まあでもね、全然もう税金も取っておけばいいだけのことですから。いや、うん、まあね、そうですね。明日ザ・横山裕二賞のオープニングで話をしてるんですけど、はい、10歳の時よりも何十倍もお金を持っていますっていう60代の人はいくらでもいるでしょうって、はい、だけど10歳の時よりももっともっと何十倍も楽しめてますっていう60代はなかなかいないですみたいなオープニングから入るのね、はい、だからお金はあると便利だと思うので、うん、はい、いっぱいくれるところに行った方がいいと思います。それが言いたいってことですか。ぐるーっと回って戻ってきました。いや、でもね、そのお金ももちろんそうですし、うん、吉田選手に関してはレッドソックスに行くっていう意味で、うん、張り合いがまたね、そうです、違う張り合いが生まれるわけですから、はい、楽しさの方も一緒につかむかもしれないですよね。だって経験したことないところに行けるわけでしょ。そうです。でひょっとしたら打ちしがれるかもしれないけれど、うん、とりあえずでももう生活保障あるってことを考えたら、いや、そりゃ、ね、もう最高ですよ、うん、だから命綱もつけてネットも張ってやるけど飛んでごらんって言われてるわけじゃん、そうですよね、うん、まあ、でもそれも今まで自分が頑張ったからこそつかみ取れたものでもあって、うんうんうん、はい、素晴らしいことなんで応援したいです ね、うん、いや、だけどこうやってさ、なんかこの年俸が上がっていきますっていうことっていうのはやっぱさ、他の選手を弾くっていうことでもあるわけですよ、はい、で各球団も全部予算が決まっている、うん、で選手の数も決まっている、総額このぐらい、じゃあこの人が取っていった、じゃあ誰かを減らすっていう作業になっていくので、はい、で今年ワールドカップ今放送してますけど、もう多分無料では放送できないって言われていて、もう放映権料が高すぎて、はい、もう無料放送の枠を超えている、じゃあこれが多分見たい方はペイチャンネルになってきますってなってくると、広くみんなが見られるからこその盛り上がり、はい、なのに、うん、これお金払ってじゃないと見られませんよっていうコンテンツ番組になってしまったら、この盛り上がりは日本ではないんだろうな。そうですね、一部の人たちのなんかやっとるらしいね、ワールドカップね、うん、みたいな、うん、だからそんなことになるんだろうなとかって思うから、あまりにも年俸が天井みたいに高くなっていくと、はい、その文化とかスポーツ自体が逆に先細っていくよっていうことでもあるから、はい、難しいなとかって思うけど、うん、今の大リーグの給料は異常だなとは思いますよ。いや、そうですね、1年間で70億も80億も100億も稼ぐ人がいるって、はい、そんだけの費用対効果があるとは思えないんだよなってちょっと思うとこがあるから、どっかで緩やかにそこ考え直すべき時なんじゃないかなとは思ったりします。映画音楽コーナー。このコーナーは軽文社の提供でお送りします。映画好きの皆さん、大変長らくお待たせをしました。今週も横山裕二と川村彩奈の2人が映画の素晴らしさを皆さんにお伝えしてまいります。まずは蔦屋経文社による最新のレンタル DVD ランキングです。10位ベイビーブローカー、9位流浪の月、8位極主婦道ザ・シネマ、7位劇場版呪術廻戦ゼロ、6位映画ドラえもんのび太の宇宙小戦争2021、映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021、失礼しました。続いて5位映画クレヨンしんちゃんもののけ忍者珍風伝、4位死刑に至る病、3位ミニオンズフィーバー、
2位名探偵コナンハロウィンの花嫁、そして今週の第1位は先週に続いてトップガンマーヴェリック。以上、蔦屋経文社による最新のレンタル DVD ランキングでした。さて今週はスイーでおなじみのおなじみなのかジュリア・ロバーツ、ヒュー・グラント主演の有名ハリウッド女優と平凡な男の恋の行方をユーモアたっぷりに描いた1999年公開のアメリカ映画ノッティングヒルの恋人です。では川村エナによる赤ん坊でもわかる1分間くらいのストーリー紹介です。世界で一番有名で美しいハリウッドのスーパースター、アナ・スコット、そして自分の人生に奇跡が起こらないかと考えている一人の男、ウィリアム・タッカー。彼はウエストロンドンの小さな町ノッティングヒルで旅行専門書店を経営し、店と家を往復するだけの日々を過ごしていました。そんな彼にある日奇跡が起こります。彼の店にアナがやってきたのです。店員と客として言葉を交わし、彼女は本を買って立ち去っていく。女神が突然目の前に現れたことに唖然とするウィリアム。でも本当の奇跡はこれからでした。次から次に二人に起こるハプニング、この恋の行方はどうなっていくのでしょうか。はい、ということで、まああのね、1999年なので、 いわゆるこう20世紀最後のラブロマンスみたいな感じで、まさかこの作品が上映された時に映画史に残るようなこう佇まいになるというか位置づけになるとは思ってなかったの、ただの流行り物みたいな感じだったけど、まあ、いわゆる現代版のローマの休日みたいな、もう世界を代表する映画スターが一般人のこと好きになって、でどん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 その普通のことの素晴らしさが分かってきて、さあどっち撮るみたいな感じの作品ではあったんですけど、見てなかったんだってね。見てなかったんです。俺さ何回もネタにしてるじゃん。はいはいはい。で見てなかった話し合わせてたんだ。いやでもその似たようなところにはいたんですよ私、ね、なぜならば、このノッティングヒルの恋人の監督はロジャー・ミッシェルさんという方なんですけど、脚本がリチャード・カーティスさん、カーティスさんという方で、でこの方はタイムスリップして、あの一人の女の人をこう恋を落とそうとするアバウトタイムっていう映画、川村おすすめだった、はい、おすすめだった。でプラスあのこの時期のあれ2回やったよね。行ったと思います。好きすぎてね。あとラブアクチュアリー、クリスマス映画なんですけど、いろんな人のこう愛の物語の、そうです、群像劇みたいな、これのその脚本とか監督をされてる方、リチャード・カーティスさんが今回の作品にも脚本として関わってらっしゃるんです。だから好きなはずなんです。すごいね、川村もこのコーナー長くやっていくと、制作組織が誰かで見られるようになってくると思ったよね。ありがとうございます、期待で。それがさ、俺らの頃の角川春樹なんだよ。はい。なんか気になるなと思ったら、やっぱ角川春樹作ってんだとか。いや、そうです。ちょっと似てて、やっぱこう見終わった後のこう愛を感じる、心が温まるっていうのがこう似てるから、だからやっぱ好きなはず、絶対好き、やっぱり好きだったっていうことです。俺やっぱさ、プリティーウーマンとこのノッティングヒルの恋人っつうのは、もう普遍的すぎて笑う、古典だけど泣くっていう、もう一番幸せ。はい、そう、分かってるんですよね。分かってる、だってもうくっつくって決まってるんだもん。決まってる、決まってるんだけど、分かってるんだけど、やっぱいいよねって、最後あのこの曲がこうね、さっきの曲が流れるときに、ツーンって涙が流れるぐらいの、そのぐらいの心の温まり方は、やっぱ予想してても超えてくるなって思います。そうね、でもほら、なんかこう映画見たときさ、俺愚か者のブルースのこういろんなこうネットとかで知ったけに感想書くやつがいるじゃん、たら、ああやっぱそうきたかって言うけど、俺の知り合いであのエンディング想像できた人いないんだよね。あ、ちょっとびっくりしたわってみんな言うの、だけど後から見てすり合わせに入るんだよね、同じことやってるのあるよねっつって、でその時に結局ね、定番ってこういうことで、そうだから共感できんのよって話なのね。でそこ外すと難しくなるんだよねと思った時に、やっぱノッティングの恋人とか
あと、はい、それこそプリティウーマンとかみたいな名作と言われてるやつって定番なんだよ。でこうあってほしいっていう願いが叶うっていうさ、うんうん、で幸せなんだよね。幸せになります、あったかくなります、心、ねはい、やっぱ好きでした。いやようやく川村が見たか。今週はノッティングヒルの恋人お送りしました。いやー映画って本当にいいもんですね。午前様様さあラジオカーの登場、今日は小野優子ですけども、どこに行ってるでしょうか。小野ちゃん、はい、おはようございます。おはようございます。この時間は広島市南区松原町広島駅前にあるエディオン蔦屋家電1階のお買い物パンダショップにお邪魔しています。はい、オープンと同時にたくさんのお客さんが両手いっぱいにお買い物をされていて、今も本当ににぎわっているんですけれども、このお買い物パンダショップは楽天の公式キャラクターであるお買い物パンダのグッズ販売などを行うショップで、西日本での出店はなんと今回が初めてなんだそうです。そうなのね。はい、で店内にはお買い物パンダのグッズが約40種類と、もう本当にたくさんあって、どれも本当に可愛らしいデザインなんですよね、うん、今日は錦戸とお買い物パンダがコラボした商品をご紹介いただけるということで、錦戸の企画係主任の井上宮人さんにお話を伺います。井上さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。さあ井上さん、本日早速販売になった商品のことを教えていただけますか。はい、こちらが楽天グループ株式会社と錦戸のコラボレーションで完成したコラボボックスです、はい、お買い物パンダが広島を観光してもみじまんじゅうを食べているイラストがプリントされたとっても可愛いデザインで、お土産にもぴったりかと思います、はい、私たち今目の前にこれ用意していただいてるんですけども、この優しいオレンジとクリーム色の箱に鹿などの可愛らしいイラストがあしらわれていて、そのお買い物パンダがもみじまんじゅうを持って食べているパッケージが本当に可愛いですね。ありがとうございます。箱を開けると中にもデザインが広がっていてとっても可愛いので、お菓子を食べた後は小物入れとしてもお使いいただけると思います。蓋の裏にはお買い物パンダからのメッセージもあるので、ぜひ読んでみてくださいね。こちらは中にどんなお菓子が入ってるんですか。はい、お買い物パンダが選んだというコンセプトで、当社で人気のもみじまんじゅうこしあん、つぶあんもみじ、チーズクリームもみじ、チョコレートもみじ、お芋もみじを詰め合わせました。5個入って税込み1000円です。私の好きな味ばっかりです。自分用にも食べたいんですけれども、本当にこれお土産にも良さそうですか。ここでしか買えないんですか。はい、このコラボボックスはこちらのエディオン蔦屋家電のお買い物パンダショップ限定商品となっています。本日から6月上旬までの期間限定ショップとなっていますので、ぜひお買い物パンダショップにご来店いただいてお買い求めいただければと思います。こちらのお買い物パンダショップは広島初上陸ということなんですけれども、何かお得な情報はありますか。はい、来店特典として先着200名様に広島限定デザインのオリジナルステッカーのプレゼントがご用意されています。また今週末12月10日11日にはお買い物パンダにリアルに会えるチャンスもあるようなので、この機会にぜひ遊びに来てくださいね。はい、コラボボックスの他にもパッケージと同じデザインのもみじまんじゅうを持っていたり、鹿のかぶり物をしたお買い物パンダのぬいぐるみですとか、エコバッグなども本当に可愛いグッズがたくさんあるので、私もこの後じっくり拝見したいと思います。井上さん、また新しいお菓子ができたらぜひ教えてください。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日は錦戸の井上宮人さんにお買い物パンダの商品をご紹介していただきました。改めまして、お買い物パンダショップはエディオン蔦屋家電で、今日から来年の6月上旬まで開催されています。来月にもイベントを予定されているようなので、詳細はぜひお買い物パンダショップの公式サイトをご覧ください。こちらからは以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。小野優子ですけど、はい、錦戸と楽天コラボ、うん、商品がありますよ。お買い物パンダショップ、うんうん、名前も可愛いですよね。そうだね、はい、でもね、小野優子今日も、はい、むちゃくちゃ可愛い便箋、クリスマスらしいおしゃれな便箋、メッセージくれてるけど、提出物あれこれ、はい、この一言メモを書くようになってから、せっかくだったら可愛い紙で書きたいと自分の気に入る柄の便箋を探すようになりました。はい、季節に合うような柄を選ぶのもまた楽しみの一つです。他のメンバーはカラーペンなどでうまく描いていますが、不器用な私はこの
便箋の柄の可愛さでカバーしようと思いました。いや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 、いやいや本当、うん、ねえ、うん、いつもだって可愛らしい便箋で、うん、そうか、これが一番の提出物かもしれませんね、小野さんたちにとってね。確かにね、はい、いやいや、いつもいつもこうやって彩り豊かで、うん、みんながほっこりするようなメッセージありがとうございます。ラジオカーは小野優子でした。秀才中本さんです、はい、昨夜はコールドムーン、今年最後の満月でしたね、うん、僕もウォーキングをしながら空を見上げては白く輝く月に癒されながら気持ちよく歩くことができました。はい、秀才中本あれだからね、河村と同じトランポリン仲間ですからね。え、そうだったんですか。そうですよ、はい、知りませんでした。トランポリニストですよ。トランポリニスト、うんうん、まさかの、はい、一生懸命飛んでもちょんとちょんと飛ぶだけ。さあ11時になりました。ラジオネームヘイカールさんです。クリスマスも近づき、あちらこちらでサンタクロースのコスプレ姿を見るようになりました。帽子をかぶっただけのスーパーの店員さんや、本格的にひげまでつけたピザの配達員さんの姿など、我が家の高校生の息子からはワイヤレスヘッドホンが欲しいんじゃけどとのリクエストがあり、私のスマートフォンに URL アドレスを添付して送られてきました。価格を見るとだいたい3万円ぐらい、どうしたものかと考え中です。結構高いですね。でもなんかもう指定で来るんですね、これが欲しいって。でも私が使ってるワイヤレスヘッドホンは、お耳にこうイヤホンでビッてつけるタイプですけど、片耳のものを使ってて、でそれは2000円ぐらいです。価格として。かなり安価なものを使ってます。でもそれはもうほんと、4、5年ずっと使ってるので、ものすごくコスパはいいし、確実に元は取ってると思うんですよね。でも確かに、クリスマスもね、だんだん近くなってきましたし、私もよく行くスーパーの店員さん、だいたい40代ぐらいの、ものすごい短髪の男性がレジをよくしてくださるんですけど、はい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 、その方が、サンタさんの帽子をかぶってらっしゃって、うん、はいはいはい、でこういつもレジをしてくださるけど、うん、話しかけたことはないんです、はい、だからこの機会に話しかけてみようかなって思うけど、はい、だから向こうもこういたたまれない感じが、うん、そうだよねだけどいやでもやっぱやめようって思って、あのさこの時期になると、はい、こう例えばピザ屋さんとかタクシーの乗務員さんとかでサンタの格好してる人がいるじゃないですか。そうそうそう。たら乗ったりとかした時に、え、プレゼントじゃないのって思ってする。ああ。ピザも持ってきてくるじゃん、サンタさんが。え、払うの？そりゃそうに決まってる。サンタさんだよねって思うの。もうその格好をしてることがプレゼントなんですよ。なんかキャラ設定できてなくないと思って。いえ。普通サンタさんが持ってくるのはタダだぜって思って。それとこれとは別なんですよ、やっぱ。だって横山モード全部タダで。いや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 。いや、ごめんなさい、後から請求書が届くかもしれない。また。いやいやつけ棒パーティーセットをやってまいりました。いやいやつけ棒パーティーセット、はい、ありがとうございます。あとわあすごいバーベキュー味を中心としたお菓子セット、まあ本当に申し訳ない。そしてなんとUFO と一平ちゃんがやってまいりました。私昨日帰り道、はい、もう本当に一平ちゃん食べたかったんですよ、うんうん、で もうやめようと思って、はい、絶対やめようと思ってもう我慢して我慢して、うん、最終的にお好み焼き頼みました。ああそうなのねじゃあ今日ちょっとパンもいただいてるから、ええ、焼きそばとパン、いや一平ちゃん でもそのちょその前にちょっとババちゃん一平ちゃんの前にちょっとババちゃんをそうです、ね、ちょっと召し上がっていただかないと。あえいいですか。うんうん、ちょっと胸焼けするけどねババちゃん呼んでみましょうか。ジャパネット高田ラジオショッピングババさん、ちょっと一平ちゃんついてのババちゃんやめてもらっていいですちゃんと呼んでくださいよ。しかも胸焼けするっていう。ちゃんつながりね。え、お、ちゃんだけじゃないですか、それもね。胸焼けはしません。大丈夫です。爽やかですから、今日ね。今日の商品はめっちゃ爽やか。その前に、やっぱり皆さん、この企画ですよ。ジャパラジスペシャルウィーク、はい、今日もキーワードから発表しますよ。ほいほい。ご応募いただくと、美味しいお肉とか。に夢の大画面テレビレグザの55型が当たりますというね。はい、素敵なプレゼント企画でございます。はい、今日のキーワードは、金曜日でお願いいたします。なるほど。金曜日。
ね、今日は金曜日ですから、はい、これがキーワード土曜日だったりするとややこしいからね。あ、確かにね、金曜日でございます、うん、はい、ジャパラジで検索をいただきまして、簡単な応募フォーム、だいたい1分ぐらいでね、簡単な入力ができます、うん、でその後1分ぐらいかけてババへのメッセージを一言書き込んでください。1分かけないといけないんですか？そこ大事。結構かけますよ、はい、もうね、短い人が多いのよ。で、なんて書いてあるかというと、ババさんのラジオを聞きました。じゃあ、ちょっとそこじゃない、そこに書くんじゃない、みんな。違うよ、みんな。電話の時に言うだけで。そうだよ。メッセージはまた違う熱い思いを書いてほしいよね。そうそうそうなんですよ。そこに書いてもダメだから。ね。コールセンターに電話した時に、じゃあ、ババさんのラジオを聞きましたとおっしゃってくださいよ。はい、ババさんします、ね、ちなみに熱い思いって言うと、藤林檎からね、はいはい、私は今年になってジャパネットで、うん、ダイソンの掃除機、シャワーヘッド、レースカーテン、うん、ダイソンの扇風機4点を買いました。そして今月還暦になる私は、うん、昨日応入も購入させていただきました。素敵。私もいつまでも高田社長のように若々しくいたいと思います、うん、もちろん馬場さんのラジオを聞いたと、うん、オペレーターの方に言いましたよっていうのが、よかったよかった、すごいですよ、ね、もうね、この人にレグザを当ててください。いや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 、超優等生ですね、うんうんうん、当てたいぐらい、はい、ありがとう。でも厳正なる抽選だけはやるんですよね。それはそうですよね。そう、ババさんのね、批判書いてる人に当たるかもしれないもんね。あ、確かにそれ嫌だね。抽選だけはね、厳正にやりますから、はい、まあ、でもあのババさんのラジオ聞きましたはコールセンターの方でお願いします。はい、はい、で今日の商品はですね、ちょうど1週間前ご紹介したら、まあ反響すごかったんですよ。ほ、川村彩奈様もご用達、ありがとうございます。あのシャワーヘッドでございます。はい、シルキーナノバブルシャワー、もう皆さん、広島の皆さん、これ交換しないともったいないですよ。はい、もう交換した方だけがお得を手にできます、ね、どれぐらいお得になるのか。これね、節水型のシャワーヘッドなんで、はい、水道代がまず節約できますね、はい、で 50% 節水なんで、沸かすために使うガス代、これも同時に節約することができます。はい、これを4人家族に当てはめて計算してみました、うん、1人が7分シャワーを浴びると仮定しても、なんと1年間で水道代ガス代67,020円もお得になっちゃうんです。ってことは1年間で、もしこれが67,000円で買えられるとしたならば、うんうんうん、1年で元を取るってことですよね。そうです、そうです、ね、ところが違うんですよ、うん、お値段は14,800円。お、もう3ヶ月で元は取れますよと、はいはい、ね、今までご紹介してきたんですけど、うん、ちょっと待ってください、スペシャルウィークです、緊急値下げ。ほう、なんとついに2000円引きが決定しまして、あら、今なら12,800円なんです。だってこれ出始めの頃に、うんうん、このアラミックのシルキーナノバブルシャワーの、はい、この要するにシャワーのヘッドですよね。はいはい、シャワーヘッドです。昔はそこ変えるなんていうことって、うん、考えもなかったじゃないですか。そうなんですよ。で、これ出た時に、うん、へえと思ったけど、うんうん、なんか2、3ヶ月待ちになったことあったよね、一回ね。そうなんです。もう本当に入荷待ちっていう状況があったんですけど、うんうん、今だったらね、倉庫にちゃんとありますので、はい、すぐにお届けもできます。お、今日、だいたい2時ぐらいまでお電話いただくと、うん、今日中に倉庫を出しますんで、はい、早方もあさってぐらい届きますから、ね、今週末には早速使い始めていただいて、うん、その瞬間から節水が始まるということなんですよ、うん、いいでしょう、ね、12,800円だったらもう2ヶ月半で元が取れちゃうという計算になりますからね、うんうん、早めに交換したらその分早めに元が取れますから、はい、ぜひお早めのご検討お願いします。おう、そしてこれ交換したらさらにいいこと、出てくる水の中にたっぷり泡が含まれて出てきております。おう、この泡がいい仕事するんです。だってね、泡ってほらブクブクのシャボンみたいな泡はイメージできますけど、うんうん、目に見えない髪の毛の1/1000の泡、はい、もう想像を超える世界でしょ、うんうん、でも確かに含まれてるんですよ、はい、この泡が皆さんの毛穴奥の奥まで入り込んでいって、うんうん、奥に潜んでいる皮脂汚れとか油汚れ、お化粧残り、ズバッと取り去ることができちゃうわけなんです。これさ、うん、俺今思ったけど、うんうん、女の人ってさ、うん、そう、化粧品とかを落とすために、ええ、うん、あのネットを使ってさ、はいはいはい、泡ガーって手のひらに立てて、そうですね、顔パンパンやるじゃない、泡立てネットね、はいはい、ってことはこのシルキーのシャワーヘッドだったら先にもう勝手に泡作ってくれてるから、そうですそうです、それを直に当ててるようなもんだよね、直に当ててるような同じような結果なるよね、絶対ね、そうなんです。だからね、毛穴の奥までさっぱりしますとかね、はい、日焼け止めクリームまで取れましたとかね、あー、なるほどね、そうなんです。最近はほらウォータープルーフのいろんな化粧品なんかもありますでしょ、うん、あるある、ああいうのまでしっかり取れるんですよ、へー、びっくりしますよね、うんうん、だからこそなんです、お肌も喜ぶしお財布も喜ぶシャワー、うん、
マーヘッドということなんですよね、うん、はい、これでお値段が 12,800円ですよ皆さん、はい、こんなに安くできるのはこれクリスマスイブの12月24日までと、ほう、期間も決まっておりますんで、はい、できるだけお早めにね、迷ってらっしゃったとおっしゃる方もできるだけお早めにご検討ください。ほう、フリーダイヤルは0120-441-555番、0120-441-555番でお電話お待ちしております。ババちゃん、これってさ、うんうん、ジャパネットがだいたい年間どのぐらいの商品扱ってるか俺ら分かんないけど、はいはい、2021年ジャパネット上半期売上1位だったわけです、うん、そうです、そうです、すごいね、めちゃめちゃ人、もう累計130万本売れてます。かー、広島に大体2万本ぐらいお届けしてる計算ですね。いやでも確かに私の周りでも、うん、あのラジオで聞いたシャワーヘッド頼んだって人かなりいます。いますでしょう。よく言われました。いやそうなんで、ただね、うん、あのいろんなメーカーから今こういったシャワーヘッド出てるんですけど、高いんですよ、うん、で泡の数も少ないものも結構ありますから、はいはい、ジャパネットのは業界最多2億個以上含まれてますからね、うんうんうん、1cc2 億個っていう数字皆さん覚えておいてください、はい、で他のを買おうかなって迷った時に、あ、やっぱジャパネットすごいわっていうのをね一回確認していただければいいと思いますよ。あとあれでしょ、うん、そのちょっとシャワーヘッド自体も、うんうんうん、あのひまわりみたいになってて、そうそうそう、あれちょっとちょっと大きいでしょ、大きくなりました、ね、これがいいですよ、そう、これがいいんですよ、私もこれいい、川村さんの大きくないよね、ちっちゃくない、ちっちゃいやつ、ちっちゃくはないけど、前のやつだよね、プレミアムになる前だよね、はいはい、そうですね、ノーマル、うん、より体全体にね水が当たるようになりましたんで、いい、はい、まあ温まり方も違ってくるということですね、はい、これちなみに、はい、お電話の際には何と言えばいいか分かんないんだけど、どう言えばいいんだろう。もう皆さんもう一択でございます。今日もババさんのラジオを聞きましたでお願いしますよ。もう RCC とか午前様さんも一切いりませんからね。なんでですか。ババさんのラジオ聞きましただけで OK ですから。これ他のラジオショッピングはさ、必ず RCC ラジオ聞いたととか、午前様様を聞いたとって、こっち側なのにオタクだけだからね、自分の名前言わせようとするの。本当ですか。おかしいな。そうですか。明らかに。うん、おかしいよ。おかしいですか。あ、そうですか。まあいいです、ババさんのラジオ聞いた、これだけはお忘れなくお願いしますね。そのあたりしっかりと、はい、皆さん水に流さないようにやっていただければと思います。お願いします。ということで今週もありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。午前様会議その2。毎週さまざまなテーマでリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週は提出物あれこれでお送りしています。はい、ラジオネーム三原のトッポジージョさんです。先日娘に女の子が生まれました。お、そして出生届の写真が送られてきて、うん、これから市役所に提出しますと添え書きがありました、うん、涙が出ました、はい、いつまでも子供だと思っていたのに、これから親として頑張れとエールを送りました。うん、ね、でも、うん、きっとトッポジジョが結婚した時とか子供ができた時とかも親は思ったんだよ、うん、子供だと思ってたけど人様の親になったねっつって。そうですね、うん、で今の時代はその出生届の写真を携帯でこうパッて撮ることができて、はい、でリアルタイムでやっぱ共有ができることがちょっと変わったところなんでしょうね、はいはいはい、うん、そうね、うん、ただあの俺はちょっと、はい、あの自分はできなかったけれど、その子供ができる、子供を産むっていうことと親になるっていうことはまた別物であるってちょっと思うところがあるんですよ。はい、はい、なので、うん、あ、自分がしてもらったことが親としてっていうのと、うん、まあ、産んでもらったっていうことはただ人としてだったりするけど、多分親も初めてのことをいっぱい経験して分かんないことばっかだから親になれるんだと思うんだよね。はい、そうですよね。だから共に成長してると思うから、うん、だからこう謙虚に、はい、俺が大好きな塚浩平さんっていう方が劇作家ですけど、この方が娘に語る祖国っていうので、うん、あのいずれどなたかにお渡しする娘を育てさせていただいています、はい、いうつもりで育ててますっていうのが書いてあるのね、はい、はい、うん、でそんな娘はでも太陽のようだって書いてあるんで、もう、なんか泣ける本なのよ、はい、エッセイなんだけど、ね、だからそういうのを見ると、
あなんか素敵だなというか、うん、なんかちゃんと人が人として親として次の代にこうしっかりと自分たちから育まれたものをもう丁寧に大切にお渡ししていく、はい、でずっとつながってんだよなとかって思ったりするね、うんうん、そうですね、はい、でもこれからねまたお孫さんの成長が楽しみですよね。楽しみだよ。可愛いんだろうなと思います。もう本当使えないのにお金渡そうするから結局ねお父さんお母さんのところに入っていくっていうそういうことですよ。本当そうなんだとは思いますけど、うん、いい経験なんか美味しいもんでも食べさせなさいよ。いやもう母乳しか無理なんだよっていうなんか気持ちがねすごくわかります。ラジオネーム猫飼いたいさんです。はい。2年前次男が結婚をするとき両家の顔合わせがありました、はい、その時婚姻届の承認をお願いされ両家の父親が署名などを書くことになりました、はい、みんながじーっと見守る中での緊張を感じつつ書き間違うことはできません、うん、見ているだけの私もドキドキしました、はい、主人が無事に書き終えた時にはほっとしました。うーん住所書いたとかいや名前名前いやでも緊張するあれさ例えば結婚式行くじゃん、はい、披露宴に、はい、たらその自分の住所と名前をこう書き込まなきゃいけない、うん、ありますね本命録みたいなとこ、うんうん、あれをみんながちゃんと書いてるから俺もいや横山さんってタッチなんだと思わせようと思って、はい、よし綺麗に書こうかと思ったらこのペン書きに行くっていうこのペンじゃダメなんだよって思うのあるよね。ペンのせいにするとか。でも細いのとかさ、硬いのとかさ、うんうんうん、あるじゃんとか、なりますね、絶妙なのが。はい、いや、でも、うん、その本当にそこで一番お習字習っておけばよかったって、もう最も思う場所です。うん、もうページ整理にしてほしい。はい、もう書いたらめくる。書いたらめくる。なるほどね。もう見られないように。見られたくない、うん。なんか、ページの一番最初が自分だったりすると、相当の人に見られるなと思うから、すごい丁寧に書かなきゃいけない。ね、このペン書きにくいんだよ、これ、みたいな。でも、お習字習ってた方は、どのペンでも書けるんだと思う。これがね、書けないんだって。そうなんですか、ね。ほら、太いマジックがあったりするじゃん。はい。だから、俺は、マッキーっていうのを、好んで使うの。うん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 、はい。だけど、馬様とかは、ミュージックソンでカンペ書くじゃん、はい、あれはなんかよくわかんない平べったい硬いのがあるんだよ。おクロッキープロッキーっていうのを使うの。へで時たまサインするときにそれを渡すの俺に。いやこれねなんかね書きにくいのよ線が細くてとかして、はい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 、あんのやっぱ。へえ硬さとか太さがあるんですねあるマッキープロッキーってなんか丸々っきーっていうのが多いんです。ボヤッキーとかねミッキーとかもそう。おしおきなびーみたいなラジオネームヒレカツだ豚丼さんです。初めてだねまたすごいの出てきたね。もう一回聞いていいですか。ラジオネームヒレカツだ豚丼さんです。どこにお住まいかわかりませんけど、うん、このメッセージが初めてのラジオ投稿、うん、かっこ提出物です。はーはーはー。仕事がフリーランスのような形態なので働く人や仕事の内容が短期間で変わります、うん、そわそわする中いつも御前様のラジオを聞いてほっと一息ついています。はい、いつもありがとうございます。うん、以上です。いや終わり終わりです。今から中入んじゃねえのかなんですってフリーランスのような形態でヒレカツだ豚丼さんは働いている。ヒレカツだ豚丼は、はい、多分もうこのレベルだと今日でお別れだねでもラジオネームはやっぱ強烈な印象が申し訳ないけど殺処分って感じですいや大丈夫です。もう豚丼になってますからヒレカツにももう大丈夫、はい、食べられるかどうかの問題。レベル低いやでもちゃんと読ませていただきましたから初メールならではだよね。そうですね。これこそがビギナーズラックまた次回もぜひお待ちしております。ヒレカツだ豚丼。こういうのが出てくるとよくわかんないラジオで読むやつが出てくるんだよまたいやでも私はその走りはゴリラうどんさんかなと思いますけどあるよねその時々に、はい、こうパーンと俺たちにパンチを浴びせてかけてくるような本当にラジオネーム。ヒレカツ豚丼さんでもいいと思うんですよ。なんでここにこの田んぼの田を入れて来られたんだろうなっていうのを、はいはいはい、さっき馬さんもと話しましたよね、うん、それは多分俺が泉水にたっぷんだたっぷんこと名付けた時にその人の人の名前みたいな手にしたかったでしょうね。はあ、そうです。でも泉水は、はい、泉水遥かっていう親から付けて名前付けてもらった名前の次に
好きな名前はタップンだタップン子だったっつって。って言ってもらった。あ、そうですか。うん、そうですね。それはもうじゃあ妙につきますね。そうだからあいつ子供ができた時にはタップンコ。違います。子供できたかーったら。絶対に。いやータップンでタップンコもついにっつって。絶対にやめてください。ラジオネームエギザイルさんです。はい。中学生の時数学の担当でもあった担任の先生に。明日からこの数学の問題集を毎日2ページ解いて俺に提出しろと言われました、うん、はい、数学の成績はそんなに悪くなかったのでなんでそんなことをしないといけないのかと聞くと、うん、お前は努力をしないからと言われました、はい、今でもコツコツと努力することの大事さを身に染みています、うん、今これをもし言ってそれを親に言ったら教育委員会とかに言うんだろうね、うん、個人だけに課されてるってことでもありますか、ね、うちの子だけ2ページ宿題をやらされて、うん、でお前は努力をしないからお前だけ努力しろって言われてるんですって言って、はい、うん、バカなワイドショーとかがずっとやったりとかして、うん、でみんなを萎縮させたりするんだろうね、だけど本来は幸せなことだよね、うん、もっと伸びるぜっていう、はい、ある意味アンチテーゼだってするわけじゃん、厳しくしてっけど、はい、そのお前がすごいって俺思ってっからねっていうことでもあるじゃん、ねえ、なんか最終的に後から振り返って見てみると、うん、あの時こうやってこう毎日にページ解いて先生に出したから、はい、今例えばなんか数学を使うお仕事についてたりとかされてるかもしれないですもんね、うんうん、その時は分かんないかもしれないけど、ああいうのってさ本当最近さ言葉が難しくなってるから、うん、はい、本音が喋れなくなっちゃって、ええ、言った瞬間にはい言いましたねって言われるけど、いやそれさ議論するために言わなきゃいけないことじゃんとかって思うけど、はい、だったらもう駅伝とかで、うん、走れ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 とかっていうのもダメだよね、うーん、だってしんどいんだもんまあね、うん、そうですね、一生懸命もう 100% 力でやってるのにお前ならまだできるぞ残り1キロ行けとかったら、いやもうちょっと待って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 そう、もうこれ待って、これ全国ネットで映ってんだよみたいに言われたらどうする、本当だから前提が何も言えなくなる、何にも言えないよとかみんなランニングしてさはい残りラスト1周とか言った瞬間に、ね、もう1周走らせるんですかもうこんだけどんな根拠があって走らせてるんですかとかって、もういちいち一人そういう声のでっかいやつがいたら、はい、もう全部がそうなるからね、誰もね、あと教え子の皆さん成長が止まっちゃうみたいなことになりますからね、全く何にも幸せにならないみたいなことが増えたよね、うん、はい、本来はみんなどちらかというとこっち側です、そういうのじゃなくて違う方向に考えを持ってますっていう人が封じられるんだよね、言論を、そうですよね、なかなかこう助け舟を出せないみたいな状況も多いと思います、そうですね、ラジオネーム大輔さんです、はいよ、提出物あれこれというテーマですが、僕が会社に入った十数年前は、うん、有給届は紙での提出でした、はい、でも今は会社のパソコンにダウンロードされている専用のアプリからの提出になりました、うん、はい、時代は変わったなぁと感じる今日この頃です、あー、とても当たり前のびっくりするほどの、その会社の話とかではない話ですそれだったら音楽聴くのはカセットテープでしたけど、ね、CD になりましたとか、はい、CD だったのが、もう携帯の中入りましたとかっていうことの方が身近なのに、はい、会社の有給届が、いや、そんな細かくなくないっていう。ちなみに時代は変わったなとおっしゃってますけど、うん、この方は私と同い年です。クソじじかんな。まだまだですね。今からですよね、きっとね、変わるの。ラジオネーム、セリと佐藤さんです。はい、昨年、父が他界し、自宅を相続するのに役所で必要な書類を揃えて法務局に提出しに行った時のことです、はい、不備を指摘され受け付けられず後日予約をして帰り、うん、3日後に行って書類を提出した時にある書類の1枚を家に忘れてしまい、うん、またまた後日予約をして帰り、はい、ようやく3回目の提出で受理をされました、うん、ほっとしました、はい、本当に疲れました、あ、以上以上です、ベテランなのに、いやいやいや、今からあるんじゃないの、ちょっと人掛け合いあるんじゃないの、人掛け合い、人掛け合い、なそう、かっこわらは書いてる、法務局の方との、なんか
なんか教えてくれたらよかったじゃないですかとか、うん、ここでなんとかならなかったんですかとか、いやいや、やっぱね、うん、1枚や2枚書類が抜けたっていうのがどういうことなんですかみたいな、いやいや、それ大したことないじゃないですかとか、こと言ったんです。俺だって御前様のリストですよセリトスですよ、もう泣く子も黙るみたいに言ってみたんですけどそれはそうですよね、にやりともしてくれずみたいなそういう一悶着がないとつまんないじゃないですかでもそうですよね、なんか本当わかんない、うん、普段やんないことだから余計わかんないし、全然わかんないよね。会社のこう出張届け、うん、出張しました、どこどこ行きました、はい、いくらかかりました交通費が、うん、何で行きましたとかいうのももう絶対帰ってきます一回は、うん、でここはこうなってるのでここ直してくださいわ、うん、かりましたごめんなさい。ああいうのもさ、ここ間違ってますからここ直してくださいって言ったらお前が直せやってなんで二度寝満するんやと思うよね。いやと俺毎回言いますけど、これ広く会社にお勤めのリスナーの皆さんに言いたいんですけど、会社が出張しろと言ったから出張するのに出張する俺らが会社に出張届を出すってこんなバカなことがあんのかいっていうの。会社が俺たちに出張してください届を出して俺らが印鑑ではいどうぞって渡すのが正しいじゃん。なんで俺らが会社から出張しろと言われたのに、何月何日から何月何日まで何とかかんとかの番組で、出張しなければいけないです、続きましては、出張の届けをなんか申請しますので、届けて受け取っていただければと思います、ちょっと書類にこれ不備があって、ここ A 地点じゃなくて B なんだ、お前が書けお前がお前が専門だからそのためにお前いるから。そうですよね、なかなかね、こんなバカなことをやってて時間がないとか言ってる会社バカが怖い本当もものすごい破裂音だ。ただ俺はほぼ出張がない今ね今はね先輩また次出張するときに分かんなくなってんですよね。藤光これどうすればいいんだよ藤光さん優しいから、うん、もう横山さんに付きっきりでこっそり電話する、うん、ごめん藤光ちょっと書類の書き方が分からんけど、横山さんこっそり何時で行けばいい何時で行けばいいみたいな、もう相引きみたいにして横山さんこっそりかけてるかもしれないですけど、向こうではしっかり待ってますからね、うん、ちゃんとね横山から連絡した多分かかった段階で総務局で横山もうダバ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 みたいな横山タクシーをみたいなやつ。いろんな方にね支えられて、そうです、はい、思います。さあ今週は提出物あれこれでお送りしてきましたが、はい、ここで来週のテーマを今日は金曜日ですので発表をさせてください。はいよ。一人カラオケやソロキャンプ、ソロ活動という言葉があるように、うん、一人で過ごす時間ありますよね、はいはい、そこで来週のテーマはお一人様様、お一人様様でお送りしていきます、はい、皆さんが一人で過ごす時のエピソードを教えてください、はい、例えば飲食店ではお店全体が見える席に座り人間観察をしたいんですが、うんうん、一人だとカウンターに通されることが多いです、はい、厨房の店員さんしか観察できません、うん、逆に厨房の店員さんから観察されてるようで、はい、目を上げられないよね。いやですよね、ラーメン店とかそうですし、俺もよく行くつけ麺屋さんがあってさ、はい、カウンター通されるんだけど、ずっと見られてるんだろうなって、そうですよね、ちょっとだからすごい所作綺麗に食べたりですマスク外すからもしかしたらって思う、うん、そうなんだよ ね、 そうですよね、うん、などなど来週はお一人様様というテーマでお送りしていきます。皆さんからのお便りをお待ちしています。さてこの時間は午前様クイズのおさらい、そして当選者の発表ということで、今日は提出物あれこれで私横山から問題を出させていただきました。はい。提出物ってことでもないけれど、自分の中で提出物のつもりで、母キヨに月に一回手紙を父親が死んでから出してますけども、はい。その手紙を出すときにいつも、ってこう悩むことがあります、うん。それは一体どんなことでしょうかが今日の問題でしたけども、はい。正解は、住所がいつもうる覚え、うんまあ、郵便番号ももちろんそうですよね、はい、あれどっちだったっけ、1221 1122、うん、どっちみたいな、うんうん、ちょっと自信がないっていうのがもう毎回毎回数字が近しいのがね、また余計に混乱しますよ、ね、はい、ではプレゼント当選者発表します、はい、富士山自慢イカ姿フライゴールド6枚入り10袋、今日はこちらの方々にプレゼントです。ラジオネーム
ゆずちーさん、クレマでトラックさん、クリント・ウエストウッドさん、うん、3人の方です、はい、おめでとうございます。それぞれおめでとうございます。横山さんに共感という方から、はい、小錦と同級生さんです、うん、実家の住所がわからなくなることよくわかります、はい、うちの実家は私が結婚した後に住居表示が変更になりました、うんうんうん、それまでは〇〇市〇〇町〇〇という単純な住所だったのに、はい、何丁目何番何号というように細かく分類された住所になりました、うんうん、都会っぽい住所になってかっこいい感じはするけど、はい、結局今でも実家の住所分かりません。うん、俺はでも子供の頃からその住所だったんだよ。本当だったらね、もうちょっと覚えてもいいかもしれない、うん、自信がないんだよね。うん、なんか頭に入らない。はい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 、うんうん、そうなりますね。なんか入らない。確かに大島とかもなんかおばあちゃんち原一句って書けば届くって言われてたの。ちっちゃい。はいはいはい、わかるわかるわかる。原一句って書けばいいからねみたいな、うん、ばあちゃんとこ届くから手紙出してねってよく言われてて、うちのじいちゃんち、はい、もうあと母キヨンとか、あのほらあの米子おばちゃんとこ、うん、あの北斗味噌作ってるとこ、はい、あそこも北丸片郡高崎町鍋って書いたら届くよって。もう何にもいらないよっつって、ね、もうみんな名前がわかるからっつって、はい、でじいちゃんちもあの西都市都の氷って言って名前書いたら届くよって、もうみんな分かってるからさって言われてて、だからそんなとこで育ったから、はい、なんか数字分かんないとかって思っちゃうんだよね、うん、ねえ、だからおばあちゃんおじいちゃん有名人なんだって子供ながらに思ってたちょっと誇らしかった。今はねどうか分かりませんけどね、うん、そして続いてラジオネーム原市平さんです。はい、近所の男子高校生に彼女ができたようで、ほぼ毎日自宅の前で密着したりしています、うんうんうん、私は目から脳みそが出てきたほど勉強をしたことしか学生時代の思い出がありません。これからクリスマスに冬休み初詣でたくさん思い出が作れてすごく羨ましいです。そうだね、でも目から脳みそが出るほど勉強をした後に人と出会って結婚するわけでしょ。そうですよ、だからね、そう勉強したから出会える人がいるわけですから、うんうんうん、もう着衣の上から舐めたいほどもう多分分かんない愛をし、ああそうかもしれませんよ、育んだんだと思うんだよきっと。はいはい、ね、だと思います。だからこう若い頃からチューしたりとかさ、うん、イチャイチャ手つないだりとかさ、はい、してるよりも、はい、もうそれをずっと封印させられて千手観音のようにもうどこからでも触れたみたいな。千手観音の引き合いに出してダメです。思うぐらい相手を多分思ったはずだからね。そうですね、熱温度は変わらないんじゃないかと思います。そんな熱温度、熱い思いでお送りする今晩は爆笑問題別タイタンシネマライブが夜7時半から東宝シネマズ緑で行われます、はい、爆笑問題ウエストランド脳みそ Q ダニエルズとかまんじゅう大帝国、あとはブーム&プリンプリン、ヒコロヒーとかトム・ブラウンも登場しますんで、ぜひ劇場に横山と伏上がいますんで会いに来てください。ではまた来週、さらばじゃん。